来ましたね。いやー来ましたね。明けおめ。ヤマップ2020年末特番。なんだよ。お疲れさんヤマップ2020と題打ってね、今年は、こうやって動画で番組形式で始め、やっていきたいなと思います。この番組ではですね、ヤマップの2020年を振り返っていくにあたって、いろんなね、たくさんヤマップスタッフが今もう60名ほどいるんですけれども、いろんなメンバーに登場してもらいながら、2020年のヤマップをどんなだったかっていうのを振り返っていこうという企画になります。これを一本見ていただければ、今年ヤマップでね、どんなことがあったかとかっていうのがね、わかるはずなんで、ぜひぜひ、最後まで皆さんお付き合いくださいませ。今回の司会は、崎村と私、ヤマップの大村敦がお送りします。今日はですね、普段、僕たちはこうやって動画とかにも出てきて喋ることも結構ありますし、はい、ヤマップのね、春山さんとか、はい、ヒゲ隊長とか、ヒゲさん。ね、よくね、出てきて喋ってますけど、そういった人たちと違う、例えば、ヤマップのアプリを作っている人たちだとか、ヤマップマガジン、ヤマップストアとかいろんなありますけど、そういうののね、担当者の人たちに出てきてもらって、今年ヤマップでどんな、自分たちどんなことしたよっていうのをね、やっぱ彼らにもちゃんとこう、喋ってもらいたいわけですよ。紹介してもらいたいわけですよ。うん、ね。なんで、そんなのをどんどん、まあ、紹介できればな、と思ってます。はい。っていうで、まあ、あと紹介しつつ、で、まあ、もう一つ。ね、毎年、これもやってますよね。ヤマップアワード。アワードやってますね。ね、去年とかはヤマップマガジンでね、書いてましたけど、その1年の中で、例えば一番長い距離を歩いたユーザーさんとか、まあ、そういった方々とかを最後に、年の瀬にですね、いつも表彰してるんですけれども、今年は初めて動画の中で今年やってみようかなと思ってます。はい、発表が、この動画が初発表そう、あ、そうなる。そうなります？あ、はい、そうなるそうです。そうなるそうです。ありがとうございます。最初誰ですか？やっぱ最初なんでね、ヤマップの代表の春山さん行きましょうか。行っちゃいますか。初っ端から行きましょう。行きましょう。もう振り返ってもらいましょう。はい。はい。じゃあヤマップ代表の春山さんをお呼びします。春山さんお願いします。どうぞ。こちらにどうぞ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。春山さん、そんな帽子かぶってましたっけ？はい、冬はこれです。マフラーも。マフラーも冬は大体。あ、冬は。何？いやいや、あんまり記憶に。春山さんとかれこれ4年ぐらいなんか。あれ、まあ、ああ、まあ、ああ、そうそう。いやいや、2020年、本当にね、いろんなことが、もう激動の1年だったとは思うんですけどね。春山さん、今年2020年いかがでしたか？2020年はそうですね、まあコロナ禍があったっていうのは結構人類史にとっても大きな出来事だったと思うんですけど、やっぱそういう中でもこう会社を経営していく、で今メンバーがまあ70人近くになって、まあそのみんなの生活とか社会的役割って大きくなってる中で、もう一回こう自分たちの存在意義とか何をやりたくて起業したんだっけっていう、まあそういう足元をこう見つめ直す時間でもあったなと思ってて、非常に困難な部分はあったんですけど、それによってこう自分たちが鍛えられたっていうか、もう一回こうそぎ落として純粋な気持ちで事業をやるっていうタイミングにもなったかなと思ってます。なんかあれですよね、変わる部分と変わらない部分がすごいはっきりしたなって感じて、そうですね、うん、ヤマップがやってることをこう本質はもうむしろコロナ禍になって全く変えなくていいっていうか、むしろ時代に求められてる領域だな、アクティビティだなっていうのは多分みんなうちのメンバーは実感したと思うんですね。外でのこうアクティビティっていうのが、まあ、単にレジャーっていうよりは、まあ、自然との関係性を深めるとか、でこういうテーマパークとかライブハウスがなかなかコロナで行きにくいってなった時、まあ、外遊びっていうのは非常にみんなまあ、やりやすいというか、コロナの
影響を受けにくい部分でもあるんで、あの楽しみの幅も広がったと思うし、これまであの少しキャンプとか登山とか遠ざかってた人たちも非常に関心を持ってもらいやすくなってるのかなっていうふうに思ってます。やっぱり周りも見てると、あの新しくアウトドアに入ってきた人がいたりとか、アウトドアの中でも別の、例えば登山やってた人がこうキャンプに移動したりとか、キャンプやってた人が山登り始めたりとか、そういったね、もう結構起きてるなっていう印象ですね、うん、なんかだからなんか外遊びのこう可能性って無限大だなと思ってて、自分の生き方とか遊び方で楽しみ方ってあのいかようにも広がると思ってるんで、なんかそういう楽しみ方を、まあ、自分たちとしても広げていきたいし、なんかユーザーさんのこの外遊びでも、うん、なんか楽しみ方をサポートするようなサービスにヤマップがどんどんなっていくといいなとは思ってます。そうですね。じゃあヤマップ自体も、まあ、逆に変わったこと、ヤマップ自体が変わったこと、まあ、一つ挙げるとすると、やっぱ、まあ、ロゴ変わって、まあ、ビジョンとか変えた、はいはい、あそこはどんな思いでこうやってた、やってましたか？あ、そうですね。だからさっきの話につながるんですけど、やっぱコロナ禍になってもう一回自分たちの存在を見つめ直すっていうよりも研ぎ澄まそうっていうことと、あと社会の前提が変わっているので、その変わったあの社会に向けて打ち出し方をちゃんと整えないといけないなと思ったんですね。なのでロゴを変える、まあ、これはロゴは店舗に合わせて変えようっていう話もともと進んでたんですけど、コロナでこう登山の役割、アウトドアの役割っていうのはどこにあるのかっていうのを社内でちゃんと揉む、でそれを、メッセージとして社会に伝えるっていうのはすごく大事だと思ったので、このタイミングで、リニューアル、ビジョンとかミッションとか、バリューも含めてリニューアルできたっていうのはすごく強い組織になったんじゃないかなっては思ってます。まあ逆にコロナがなかったらやれてなかったかもしれないですね。全部リモートでやったの驚異的でしたね。そうです、 すごいなと思って後から振り返って、ね、だからできるなっていうのと、あとあのツールのミロは本当すごいな。ちょっと僕すごい、本当すごいなと思って。そうですね、もう万象以上になって、いやそう、下手するとリアルタイムよりもオフラインで会うよりもなんかリアルタイムに整理されてる感がなんか、うん、あれすごかったです、うん、だからね、そういうこう、まあズームとかミロとか、まあ、僕らだとスラックバックログみたいな、ああいうテクノロジーのツールがなくて、こういうコロナ禍でリモートワークでとかってなってたら本当カオスで、多分会社経営とかプロダクト開発って難しかったと思うんですけど、うん、そういうテクノロジーに支えられながらちゃんとできるっていうのは、まあ、発見ではありますよね、うん。いやでも俺本当みんな羨ましいなと思って、リモートワークで仕事できて、これって本当多分10年前とか20年前は一部の経営者とか役員しかできなかった働き方だと思うよね。誰も見てない中で自分の時間、自分の時間としてコントロールできる幅があって、自分で律しながら仕事やるって、まあ自由と責任っていう意味ではどっちも重いんだけれども、なんかまあみんなが自分の人生の経営者と考えれば、そういう働き方って僕は昔からしたいなと思ってたし、まあヤマップでどうやって提供できるかっていうのはずっと考えてたけど、まあコロナになって期せずしてリモートワーク推奨になって、でみんながこうね、自分の人生の経営者になって、自分のまあいいように働けるっていうのは、俺が逆の立場やったらいいなって思いましたけどね、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。こんな働き方をさせていただいてありがとうございます。今年やっとね、あの200万ヤマップのアプリが200万ダウンロードっていうことで、僕が頭入った時3年半ぐらい前50万ダウンロード、いやこの3人で日本中を駆け巡って、そうそうそう、
ジャパンツアーって全国で皆さんとねオフ会でやってたりしてたのがもう3年も前あれ50万でしたもん ね、 あそうやね、はい、そこから考えると 3年でプラス150万ね、なんてダウンロード200万たくさんの方に使っていただいたことに、ね、はいはい、ありがたい限り、だからやっぱ1からやってきて200万ここまで来たかみたいなってしますか、やっぱり。いやいや、もうそういうなんかこう考えはあんまり俺自身はなくて、あのやってる僕らとしては振り返ったらなんか、あ、200万ダウンロードで一つ節目を迎えたなって思うけど、やってる僕らはもう日々一生懸命だから、まあ1日のダウンロードがもうサービス初期は1桁だったのが2桁になって3桁になって4桁になってっていうので今200万ダウンロードになってるんで、なんか振り返ったら、ああ伸びてるな、多くの人に使ってもらってるなって思うけど、まあ日々こう一生懸命やってる僕らあんまりそこ実感持ててない。別にそれは悪いことじゃないと思ってて、やっぱり登山向けのこうニッチなサービスなんで、まあ、数は大事だけれども、まあ、一人一人をこう大切にするっていう、こうそっちのスタンスの方が大事なんで、まあ、その積み重ねで規模が増えてきたっていう、なんかそこにこう自信は持ちたいなというところはあります、うん、山と一緒ですねあの特に今も僕の頭の中では山中腹ぐらい、まあ、登ってきた時に見える駐車場はい、はい、そこから来たか。確かにこう、あ、人間の足ってすごいなみたいな。あそこから横まで来たな。でも8合目か9合目かって言われると全然そんなことなくて、まだ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 いっぱいあるなっていうのもありつつ、あそこからここまで来たか両方ねある。まだそんなあるっすか、うん、山っぷの自由はですね。山っぷはどこまで。いや、まだ1合目1合目1合目もうそろそろちょっとちょっとそろそろテクノロジーでスーッと。いやいや、もう寄り道してばっかりなのでまだ1合目ですよプライベートどうでした2020年。いや、プライベートはもうあんまりなかった気がするな。あの40に今年なりまして、お、あの40になる前にあの節目をつけようと思って大峰奥掛け道を歩く計画してたんですけど、まあ、車内でいろいろごたごたがあって行けませんでした単純には、え、何何って気になるだけの。だからもうプライベートはあんまりなかったかな。旅行、あ、でも旅は何回かして、それこそ熊野古道の中辺地、新宮から熊野大社まで奥さんと歩いたりとか、あとは島根に旅行に行ったりとか、旅は要所要所でできたんで、それは印象に残ってます。春山さんが島根に行ったほぼ同じところに僕行ってました。あ、鳥取砂丘行ってたって。いや、そうそう、出雲大社の写真とかね、俺と同じとこ撮ってんな春山さんとか思いながら、いや、あの、かぶってましたね。うん、いや、山陰はやっぱ面白いですね。だから、まあ、コロナになって地元というか身近なこう、ね、文化とか自然に目が向くように、まあ、僕に限らず多分皆さんなってると思うんですけど、なんかこう横の旅じゃなくてこう縦の旅っていうのはすごい面白いなって実感した1年でもありましたね。春山さん、禁酒まだ続けてるんですか。いえ、もうあれ、はい、マジで、あれ、もう40になるまでって決めてたんで。そっかそっか、まあ、1年か2年ぐらい、1年半ぐらいかな、うん、体に変化ありました。あ、確かに、あの、痩せたかな、ちょっと。でもう1回飲み出して、やっぱお腹周り少しダブついてきたんでやっぱビールは糖質すごいね2020年の学び学びが今、はい、久しぶりにお酒を解禁してのいや、でもお酒がある方がご飯はなんか美味しく食べれる気がします、うん、じゃあ、まあ来年の話しましょうか。そうですね、なんか来年は、まあ、本当にざっくりで結構なんですけど、山っぽこんな風になんかなっていきたいなとかありますか。そうですね、だから登山アウトドアでのこう山っぷでの領域やれることっていうのをもう少し広げていきたいなって思っています。まあ、チャレンジとしては
ヤマップストアで今道具を販売させていただく、自分たちが本当にいいものだけを目利きしてユーザーさんにお届けするっていう、まあ、この事業をやってるんですけれども、それに加えて循環デザインっていう名で、買わなくても、まあ、いい道具が一定期間使えるっていうで、使って返していただいて、まあ、それを修理したり、あるいは原材料にしてまた新しい製品を作るっていう、まあ、所有に縛られない道具のモデルっていうのは来年リリースできるといいかなと思って今準備をしているところです。でもう一個が、あのコミュニティ通貨をヤマップでも作りたいっていうのは、まあ、これ社内ではもう2年前からずっと僕は言ってると思うんですけど、ようやくそれが日の目を見て来年2月ぐらいにリリースできるかなと思ってるので、ヤマップのこうコミュニティ通貨がこう循環し始めると非常に面白い取り組み、これあの業界的に面白いっていうよりは、あの社会実験としてすごく面白い取り組みになるんじゃないかなと思っているので、まあ、とはいえ僕ら独りよがりにならずに、ちゃんとこうユーザーさんに寄り添いながら、自然を愛する人たちのコミュニティであるヤマップでちゃんと価値が循環できるサービスになっていけると面白いなと思っています。通貨、はい、通貨の名前はまだ秘密。そうですね、まだ秘密です。ヤマップポイント、ヤマピー、ヤマピー、ヤマピー、いやもう言いたいだけやん。50ヤマピー、ヤマピーではないですね。ヨシヒコ、いえ、僕の名前でもないです。800ヨシヒコ、はい。あ、じゃあまあこれは時期に、はい、オープンされる。はい、ぜひぜひ楽しみにしてもらえれば。まあ最後に、あの春山さんからこれを見てくださっているヤマップの由良さんの皆さんに何か一言、はい、ご挨拶いただいても。はい、わかりました。本年も、お世話になりました。ありがとうございます。見ていただいてお分かりのように、ここはですね、ヤマップの店舗になります。ようやく僕らもリアル店舗がこう作れるまでになって、ちょっとオープンが今遅れてるんですけれども、2021年の1月中旬から2月初めには、この店舗も福岡にオープンできるかなというふうに思っています。いろんな方に使っていただいて、ご支援いただいて、自分たちのこう活躍の領域っていうのが、インターネットやアプリからこうリアルの領域に及んでると。で、まあ、それに関しては、社会的責任も大きくなってきてると思うので、自分たちがやれることは、まあ、徹底して、メンバーと力を合わせてやっていきたいなと思ってます。もちろん、登山の安心安全の機能を強化するだとか、山のインフラサービスをヤマップで提供するだとか、あと今年山小屋支援のプロジェクトもさせてもらいましたけれども、そういった社会的な取り組みも来年引き続きチャレンジしていきたいなというふうに思っています。なので、来年も引き続きご支援ご指導お願いしたいと思います。本年お世話になりました。来年もよろしくお願いします。はい、どうもありがとうございました。じゃあヤマップの代表の春山さんにご登場いただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございます。さあ最初にね、ヤマップ代表の春山さん行きました。いきなりね、いきなりね、はい、いきなりぶち込みましたけど、まあここからは各チームの皆さんにね、うん、話を聞いていこうと思います。一番最初は誰に、はい、いやでもやっぱりね、ヤマップアプリじゃないですか。アプリのこと聞かなきゃいけないんですよね、うん、やっぱり。行きましょう。じゃあアプリのことをじゃあお話ししていただく方をお呼びしましょう。ヤマップのプロダクトマネージャーの時さんお呼びします。どうぞ時さん、こちらにお越しください。ヤマップが誇る変態プロダクト、変態プロマネーですね、ちょっと語弊があってですね、はい、プロマネっていうとプロジェクトマネージャーのことですので、そうか、プロダクトマネージャーなんで、まあ、変態はいいんですけどちょっと注意してください。ちょっとよろしくお願いします。正しくは変態プロダクトマネージャーですね。もうね、ダメ、もう当てられてる。さんはいろいろマルチにね、いろいろ活動もされて、はい、もうヤマップのプロダクトマネージャーももう実は一つの顔で、そうですね、他にいろいろ副業としてプロダクトマネージャーやりつつですね。
ヤマップの中で結構あの案外ほぼいない岩とか沢をやる人ですよね、本当に。そうですね、最近今年は本当に、まあ、岩と沢だいぶ行けるようになって、しばらく子供が生まれてやってなかったんですけど、うん、まあ、今年福岡に来て山岳会、福岡の山岳会に入ってだいぶ行けるようになってですね、楽しくなってきました、ね。活動日記とかもなんかちょっと異常だなこの人みたいな、はい、そう大体岩とか沢やってる人は変態なんで爽やかにやってみたいなと思います当てられてる、ね、5類5類5類ゴリゴリ、はい、まあ、というわけで、まあね、本当今年ヤマップのアプリもめちゃめちゃいっぱい新機能出て進化した1年でしたよね、本当に。そうなんですよね、うん、私も振り返ってみると結構多い、うんうん、多分覚えてないと思います。いやいやいや、そんなことない。もう、ね、これもみたいな、ね、絶対になる。でも多分僕らは まだよく情報に接してるけど、ユーザーさんがやっぱこうまだこう知りきれてないのが、ね、多分あると思うんですよね、はい、うん。まあ、ということですね、ここに今回まとめてまいりましたので、ちょっとこの資料をですね、プレゼンしながらやいのやいのと紹介していければと思っております。ダイジェスト版、はい、ということでヤマップの2020年ですね、はい。で、2020年にどういうことやったかっていうのをちょっと簡単に一言で言うとですね、こんな感じかなというふうに思っております。ヤマップで、山をもっと楽しく、そして家ももっと楽しくというですね、やっぱ今まで山だったんですけど、家ももっと楽しくなるような機能っていうのが今年は次々、リリースされたと。でそれにはやっぱりコロナ禍っていうのは大きく関係していまして、やっぱりコロナであの家にいる機会が非常に多くなったので、まあそれもあり、家でもヤマップを使ってもっと楽しくなるような機能っていうのをリリースしようと、まあ、それでいろいろな機能がリリースされたという流れですね。はい。で、まあ、その機能ごとにですね、分類を作ってみて簡単にまとめてみました。で全体図を見るとこんな感じですね。なんかもうわちゃわちゃしてますね。わちゃわちゃしてるんですよね。時間下が時間軸、そうですね、1月から12月に向けてですね。でちょっとピピッと線を引いてるんですけども、 V の形ですね。でこれが、機能的に下が家で上が山なんですけど、やっぱ山から1回家に行って、そこから再び山に戻っていくというような、まあ、大体こんな1年の歩みが伺えるかなというふうに思います。で、まあ、これ全部ちょっと紹介していくと結構な長さになってしまうので、ちょっとダイジェスト的にですね、ざっと説明していきますね。で、今年の1月ですね、これ実は今年でした、活動中画面が実は大きくリニューアルしてですね、今の画面になったんですよね。もう早速忘れてました。これいつだったか全然もう、ね、慣れちゃった。体に馴染んでしまって、もうあたかも昔からここだったような気がしてるんですけど、まだ実は1年経ってない。確かに、でだいぶ見やすくなったんですよね。そうなんですよね、見やすくなりかっこよくなって、うん、まあ、ちょっとこの機能によってヤマップの顔の一つがちょっと変わったかなというふうに思います、うん。で続いてですね、バッチ大量リリース、うん、これは大村さんが結構頑張って、結構かなり頑張ってですね、さらにノイさんもめちゃめちゃ頑張ってですね、大量に投入されました。3域とかご当地アルプスどこにするかとかめっちゃね悩んで決めましたもんね。はい、いやー、これは覚えてる、うん。高尾ハイカーとかこの名前もどうしようかみたいな感じですね。めっちゃ悩んだんですよね。ねえ、九十一七サミット。そういうのいろいろ考えていきました。そしてこの絵ですね、この特に県別最高峰バッジはもう一個一個ちゃんとその山になってるっていうところがですね、注目すべきところ。そう、47都道府県、あの絵の描き分けやってるんでね、これぜひ皆さん見てみてください。県側、その県側をこう描き分けてるっていう、そうそう、ちゃんとあの富士山ね、静岡側のやつはちゃんと宝永山描いてますからね。そうなんですよね、うん、まあ、そこはその県の方々に失礼があってはならないという、ね、そうですね、強い覚悟、いやいや大事ですね、分かってるなって思われるの大事ですからね、うん、ぜひ見てください。まあ、こういうバッジ系は今後もいろいろと面白いものをリリースしていきたいなと思ってます。でここからですね、ちょっと、コロナ禍に近くなって、まあ、家シリーズの3兄弟と今勝手に名付けた3兄弟です。今名付けた、今名付けました。まず 3D リプレイが航空写真に対応しました。でこれによってですね、やっぱ 3D リプレイの質感がめちゃめちゃ良くなって、まあ、実際に空から見てるみたいな、そんな雰囲気になりましたね、うん。確かに一番最初のやつちょっとだけなんかこう宙を浮いてるみたいで若干味気なかったみたいなのもね、声もありましたもんね。はいはいはい、はい。でそこからですね、ウォーキングランニング機能がリリースされましたね。
家の周りとかをね、地図なしで、そうそう、地図なしでできるようになったのが、はい、やっぱりこれコロナ禍でやあの、まあ、ウォーキングランニング的に使ってる人から、まあ、もっと簡単に使えるようになってほしいであるとか、やっぱ他のランニングアプリとかってやっぱパッと開始できるっていうことが結構使いやすさでもあるんで、まあ、山アップもその、まあ、やっぱり山行く人がトレーニングとしてウォーキングしたりランニングしたりとかするので、まあ、それに役立つような機能を提供したいということで提出しました、ね、うん、で3兄弟の最後、モーメントタイムライン機能、これは大きい機能でしたね。これもやっぱさっきの話と少し似ているんですが、やっぱり山アップは山に行かないと投稿できないっていうことが、まあ、結構欠点としてよく言われていて、まあ、もっと いろんな情報で交流したいけど、まあ、すごいこう山にまつわる活動って山好きな人は必ずやっていて、ギアを買いに行くであるとか、あと山ご飯を家で作ってみたりとか、あとジムに行ったりとかですね、まあ、そういう機能をやっぱりあのどんどん山アップに投稿して、それでいろいろコミュニケーションしていくっていうことをやれるようにしたいということで、この機能ができました。モーメント書いてますよ、書いてますよ。どういうこと書いてます。僕、家から朝写真を撮って、あのうちは見えるさ、セフリさんとか、はいはい、今日の朝は綺麗だった。山に行かない時はそれ。まあ、でも割とツイッターとかにね、投稿するのと同じ内容をマップにこうやったり、うん、僕はしてますけどね。うん、なんですかね、こう、ちょこっとこれについて言いたいなって時とかね、活動日記新規作成ってパソコンからじゃないとできないし、うん、スマホからピュッとなんか書きたいけどなみたいな時に、でツイッターの人には登山やってるフォロワーいないけど、うんうん、山プラターいるからそっちだと山の話はできるとかね、うん、ありますね。ありますよね。なんか本当飲み会とかで見てみてこの写真みたいな感じで見せるみたいな、そうそうそう、そんな感じでこうちょっと情報シェアして、うん、あの話をしたりとか、なんかそんな感じで できていいなと思います。うん、全然山に関係ない釣った魚の写真を いいですね。自然との関わりという意味だと同じです。キャンプ行ったとかあとなんかこれによってこう割と今まで知らなかった人となりとかもいろいろあのフォローしてる方の人となりとか見えるようになって、それも面白いなと思いましたね。うん、確かに、はい、今年か。そうなんですよ。でここからですね、徐々に山に復帰していくときで、秋から冬にかけてですね、かなり大きい機能がどんどんリリースされました。でまず、大きい機能として登山計画の大幅アップデートですね。うん、でこれによって、このルートを入れたときにコースが自動計算されるようになりました。でかなりこれは、登山計画を使いやすく、するアップデートでしたね。もう待ち望んでいた、うん、もう本当ね、ずっとまだかまだかとずっと。そうなんです。これはこう山ップのこうスタッフはみんな夢としてこうやりたいってことを言ってたんですけど、これかなり実は開発大変で、もう多分全部で1年半ぐらい結構これに向けての開発をずっとやってたような感じですね。そうですよね。はい、多分これがあの最近山ップに入ってきたあるエンジニアの方が言ってたんですけど、はい、逆にもうできてるものだって最初から思ってたらしくて、でヤマップでは結構長年かけて、まあ、中の用語で言うとあの構造化みたいなこと言ってたじゃないですか。はい、そうですね、あれをなんでやってるのか分からなかったってまあでも確かにこうあの旗から見たらそうなんだろうなっていうのはすごい思いましたね。構造化プロジェクトと言われていてみんな何やってるんだろうっていうのを聞かれて、いやこれはこれ将来こうなるんですよってことをずっと説明し続けてようやくリリースできたんでよかったです。うん、一気に便利になりましたね。でこれだけじゃなくて、これを起点にした他の機能とかそういうのを、まあ、そうですね、できるといいなって感じですよね。はい、おそらくですね、来年あたりそれがリリースするかも。なるほど。はい、で続いていきますね。で、フィールドメモ機能です。またちょっと毛色の違う機能として、地図にみんなの書き込みとかできるようになった機能ですね。やっぱこれによってこう今までの地図がこうどんどん人がどんどんいろんなことを喋っていく場として機能するという、で、まあ、やっぱり最新の危険情報とかも反映されるのでさらに安全になるという機能がリリースされましたね。そう、行ってみたら通行止めになってたとかね、うん、道が崩れてとか。そうなんですよね。ありますもんね、やっぱり、うん、現地行かないと分かんないことってね、まあ、こういうので確認できるの本当便利になりましたね。やっぱりこうもともと
去年の台風の後とかでやっぱそういうことがよく話題になってたので、まあ、そういうところから出たものと、そしてですねこれあのロイサポ総会というあのロイヤルサポーターさんの集まりでも提案されてきていただいたというですね、うん、機能で、まあ、それが無事リリースできてすごく良かったなと思います、うん、はい。で、続いてドドンと、最近2つリリースされました。1つがルート外れ警告。これはルート外れた時にルート外れましたよピローンと教えてくれるものですね。そして、歩行ペース表示、機能がリリースされました。これは今あなたがどれくらいのペースで歩いているのかっていうのを、グラフで教えてくれる機能ですね。まあ、この一連の機能ですね、まあ、クライムナビゲーション機能っていうふうに我々仮で呼んでるんですけど、うん、あの登る時のナビゲーションというのをもっとあの高めて、安全に登ってもらおうっていうようなそんな機能ですね。そう考えると活動中の画面めちゃくちゃ活動中の機能か、うん、増えました ね、 増えましたね。デザインもそうだし今まで本当に活動中って、まあ、ログを取ります、うん、記録を取りますだけだったのが、まあ、あと見守りか、うん、まあ、見守りはまあ機能っていうか、まあ、うん、活動中にだから僕たちができることってね、ログを取ります、うん、記録しますだけだったのが、こういろんなのが追加されていて、うん、そっか、だから今年も新しくなったことってもう10個以上あったんですね。だからもう GPS アプリって幅を結構超えてて、こういうあのナビゲーションを行う、もう登山のナビゲーションを行う機能っていう風にどんどん進化していってるっていう風に思ってますね、はい。ということがありつつですね、こっそりリリースしたのか、こっそりはしてないんですけど、リアルタイム紅葉モニター、そして積雪モニターというリアルタイムシリーズですね。リアルタイムシリーズ ねえ、いやさっきも話してたけど紅葉モニターめっちゃ使ったよね、うん、僕もあの自分の企画にめっちゃ使ってました、ね、むしろあとテレビも出ましたそうでしたね、うん、そうそう、これでテレビに出ました、はい、リアルタイム紅葉モニターっていうのある作ってるそうですよ、うん、そう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 、取り上げてもらいました、ね、うん、やっぱこういうふうにこうユーザーさんに上げていただいたデータを有効活用して、でやっぱりそのデータが今膨大にマップがあるので、まあ、それをこういい使いやすく便利な形でどんどん提供していくっていう風に、なんかいただいたデータをこうどんどんこう便利な形として戻していくっていう、うん、まあ、そういう活動を今後どんどん進めていきたいなというふうに思ってますね。もうつい最近では本当このね積雪モニターがもう役に立つ季節になってきたんでね、今年は特にねちょっと異常に雪すごいですからね。そうそうそう、そうですね、寒波がねもうすごいもんね、うん、だからまあぜひぜひこれを使って、うん、雪が欲しい人も雪が欲しくない人も両方とも使えるので、うん、そうですね、そうそうそう、ぜひ使ってみてください。はい。そしてまあ今年最後のあれですね、登り納め、登り染めバッジがリリースされております。ですね。ぜひ山に行ってですね、バッジをゲットしてください。はい。これについては後でまたデザイナーの森さんから話があると思います。そしてですね、おっとこれは見せちゃいけないやつだったという謎の機能をちら見させつつ、こんな感じですね。1年を。決めてくれたいなというふうに思ってます気になるな気になるけど、気になるけど、これはもう間違った間違っちゃった、あの停止ボタン押したら見られちゃいます、ね、まあまあまあ、まあ、詳細は、ね、はいはいはい、まあ、ちょっといろいろ来年に向けてすでにもういろいろな開発が動き出してますので、こうご期待ですね。はい、1年でありました、はい、ありがとうございます。なるほど、ありがとうございます。こう見るとすごいね。いやもう初っ端から忘れてましたもん。ですよね、ほんと怖いもんですね人間ね。あ、そう、あと今年ヤマップのロゴも実は変わってあるんですけど、ロゴも新しいものもう慣れちゃって昔の見ると古いみたいな気持ちになるんですけど、なんかやたらこうなんか穴開いてんだいっぱいみたいなそんな気持ちになりますよね。確かにあのもう文字がちょっとこうあの太くなかったとかすごい斜め斜めではないけど、文字が太くなかった。あ、最初の？一番最初の。最初の、ね、一番最初のヤマップのロゴ。三角の位置が違うやつ。うん、そうそうそう。はえーなるもん、ね、うん。確かに。そう、なかなかこう後で振り返ると、この一瞬だったねみたいな感じになるんですけど、やっぱこの間はやっぱり苦労がめちゃめちゃありましたね。そうですよね。確かに。まあ、新しい機能を作るのもそうだし、うん、既存のデザインとか機能を回収するのもそうだし、はい、
ちゃめちゃ、うん、そういったのをプロダクトマネージャーとして、はい、本当にまとめてくださって1年間本当にお疲れ様でございました。ありがとうございました。ありがとうございます。やっぱりあの開発者がやっぱヤマップの開発者ってすごく優秀なので、まあ、やっぱりこうこういうことやろうって言ったらすぐこうどういうのを作るかみたいなわーっと話してでこうっていう風にどんどん動いていってくれるので、まあ、すごく本当開発者にお世話になってるなというか、もうそれにあの無事プロダクトが出せるのはそういう開発者の頑張りがあったからだなというふうに思いますね。いい話や。変態とか言ってごめんなさい。変態とか言ってごめんなさい。変態とか言ってごめんなさい。本当に。でも来年はね、もうヤマップさっきもまあチラ見せしましたけど、はい、まあ、チラ見せとかじゃなくてもまあどんな風にね、なんかなっていきたい、アプリとしてどんな風に進化していきたいなとかっていうのはありますか？なんか。そうですね、先ほどちょっと話したような、まあ、クライムナビゲーション、ナビゲーション機能がまだまだやり尽くしてないというので企画がいくつか今やって進めているものがあるので、うん、まずその完成版をですね、まあ、お見せできる形にしたいなというふうに思いますね。あとやっぱり、先ほども説明したようにヤマップの中にあるすごい膨大なデータですね、それをあの見えやすい形で便利な形でどんどん提供していくっていうことをやりたいので、まあ、このヤマップの中のデータを有効活用するっていうことはどんどん、来年やっていきたいなと思ってます。はい、じゃあまあね、あのたくさん語っていただいてありがとうございました。まあ、最後にあのユーザーさんの皆さんに何か一言伝えたいことがあればぜひお願いします。はい、ヤマップで、まあ、私の思いをちょっと言うと、ヤマップ結構不便を楽しみに行くものっていう風な思いがあって、じゃあ一方でヤマップで便利なものをどんどん作っていくのは逆じゃないかっていう風に思うこともあるんですけど、ただこう便利になるから一方で思いっきり不便なものを楽しめるっていう風なことがあるんで、なんかそういう風にこうヤマっていう不便さをもっともっと楽しむためにヤマップどんどん便利になるっていうので、まあそれでヤマどんどん便利に、そしてどんどん安全にしていくっていう風に考えているので、ぜひヤマップを使って楽しい登山と安全な登山をやっていきましょう。よろしくお願いします。はい、はい、いや素晴らしいコメントありがとうございます。本日はヤマップのプロダクトマネージャー時さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございます。次はじゃあしていきましょうか。あの今年大躍進を、お大躍進でいいのかな、大躍進を遂げたヤマップストアの、あー彼出しちゃいます、連れついになんかね出てくる、出しちゃいますか、出しましょう。はい、もうちょっとじゃあ振ってください。いいですか、お願いします。じゃあヤマップストアの担当者の、清水さんお越しください。はい、こんにちは、清水です。こんにちは、よろしくお願いします。清水さん元気ですか？元気ですかってなんか清水さんちょっと元気ないですね。なんかいつもよりちょっと、いや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 、そんなことないです。あんまりね、撮影とか苦手ですから緊張してるだけです。あんまりこうユーザーさんとかの目に触れる機会、特にこういう映像とかなかったですよね、今まで一回も。そうですね、もう全く裏方ですから。でもあれですよ、でもストアを始めた頃はそれこそね、今もうほとんど消されてなくなってますけれども、最初の頃は実はモデルまでしてましたからねいやいや、はい、なんかいやね、あのヤマップストアにあった商品のサングラスとかね、あの服とか、はいはいはい、あのウェアとかも清水さんがバッチリモデルやってましたよね、はいはい、ちょっと強すぎるんですよね、絵が絵が強すぎる、絵が強すぎる、してはちょっと強すあの時は人も少ないからあれですよね、こうまあ自分でというか。そうですね、まだね1年前の話ですけれど、もうあの頃は立ち上げ当初は自分で考えて自分で山登って、で自分で着用して撮ってもらってましたからね。で今年で、ね、まあ、ストア大躍進というか、まあ、たくさんの商品も増えて売り上げも増えてってなったと思うんですけど、で今年のヤマップストアいかがでしたか、はい、どんな感じですか、でしたか、振り返ってみると。そうですね、まあ、本当に運営ここまで成長できたのは、まあ、まずもう本当にいつも見ていただいてる、で購入してお使いいただいてるユーザーの皆様のおかげなので、まあ、そこはもう本当にこの場をして、改めて本当にこれ感謝申し上げたいなと思っています。
で、まあ、あのコロナのねもちろんこともありましたけれども、本当に今年1年すごくおかげさまで急成長しまして、まあ、昨年立ち上げた当初から言うと10倍ぐらいにはなってますかね。あの本当に忙しくやっておりますけれども、まあ、あのまだまだ課題も多くありますので、まあ、これからもですね日々改善して、もっともっと支持していただけるようなストアにしていきたいなとは思っています。まあ、そうですね、一番大きいのはでもやっぱり商品が増えたということでしょうかね。立ち上げ当初は全然まだまだ揃って満足のいく商品はご提供できていなかったんですけれども、まあ、この1年かけて、非常に、まあ、有名なというか多くの方に支持されているようなブランドさんとかも取り扱いをさせていただいたりとかしてですね、まあ、それもあって非常に成長できたかなというふうに思いますね。まあ、聞いた話によるとというかあれなんですよね、やっぱメーカーさんってじゃあストア開きました、じゃあ取り扱わせてくださいでこうおいそれとポンポンこう入荷できるような世界じゃないんですよね、アウトドアって。そうですね、はい、特に私たちは、まあ、今ねやっと店舗というものができましたけれども、そもそもその店舗という実態がないところに関してはやはりメーカーさんも慎重になられているところがありますので、なかなかスムーズに、取り扱いを最初はさせていただけなかったところもありますね。でも私たちはしっかりと一つ一つの商品に対して自分たちで本当にいいと思ったものをこう紹介させていただいておりますし、まあ、一つの商品に対して必ず、まあ、記事を書いて撮影をしてユーザーさんにお届けしてますので、まあ、そういったコンテンツとか姿勢が評価されて、まあ、ぜひ一緒にやりましょうとこの1年で言っていただいたところも多かったので、まあ、非常にそれは嬉しく思いますね。確かに商品一個一個全部細かい説明が書いたね記事があって、すごい分かりやすいですけど、あれめっちゃ大変ですよね本当に。まあ大変ですよね。でもなんかあれこういう風にねさせていただいてるからこそすごく納得して購入をいただいたりとか、まあ、メーカーさんからもすごくいいねという風に、逆にその業界の中でこう広まって、うちもちょっとやってみようかなみたいな新しい動きがこうできてきている、まあ、きっかけになっているっていうことはすごく大きいことかなと思いますね。そう、今年ね、そのいろんなメーカーさんのお問い扱い増えたのもありますけど、ヤマップオリジナル商品とかもねたくさんあったと思うんですけど、なんかこう思い入れのある商品とかってあったりしますか？何か。そうですね、もうそれはやっぱりコーヒーじゃないですか。ーコーヒー、3つセット、3種セットの。はいはい、そうですね、まあ、もともと私自身がそのコーヒーを好きっていうこともあったんですけれど、まあ、以前その別のなんかプロジェクトでユーザーさんにアンケートを取った時に、まあ、山でその飲みたい食べたいもののランキング、まあ、1位がおにぎりなんですけど2位がコーヒーだったんですよね。まあ、山に登る方の関心ってコーヒーすごく高いんだなっていうのがもともとあったので、じゃあその本気で山で美味しいと思えるコーヒー作ったら絶対喜んでいただけるなと思って、まあ、企画したものですね。実際立山に行ったんですけれど、スペシャリティコーヒーの専門家の方と一緒に山に登ってですね、で、まあ、早朝とお昼と、まあ、夜ですね、それぞれコーヒーを一番こう飲みたくなるようなシーンに合わせて、まあ、そのシーンで最も美味しく感じられるブレンドコーヒーって何だろうっていう風なことで、結構現地でこういろんなこうブレンドとかテイスティングをしてですね作り上げたものなんですね。で今言っていただいた通り、普通だったらねこだわる方だったらドリップでこうねコーヒーをこう入れるのがいいんだよみたいなことはまあ基本だと思うんですけれど、あえてこのコーヒーバッグっていう紅茶とかを出すティーバッグタイプにしたんですよね。やっぱり山で飲むっていうことを考えると、できるだけこうゴミが散らからないとか、あと片付けも簡単、手軽に美味しく飲めるみたいなところをコンセプトにしたかったので、その形っていうのはすごくこだわったんですけれど、まあ、それがすごく意外に評価していただいたというか、ポイントだったなというふうには思うんですね。よくクッカーとかでお湯沸かすと、入れるのは難しい問題あるじゃないですか、ドリップの隙間に入れないとお湯割りしちゃうじゃないですか、はいはいはい、直接注いだと。はいはい、でコーヒーバッグとりあえずお湯バチャー入れてもジャブジャブジャブってやるだけだから、いやあれすごく僕はいいなって。本当にケトルだけ別で持ってくの大変やもんね。そうなんですよね。
何回薄いコーヒー飲んだことかですよ、それで。忘れました。お湯割っちゃったって。それじゃあ立山いる間コーヒー1日何杯ぐらい飲んだんですか？それぞれのシーンで30杯は飲んでますね。なので、で立山行って、おしっこ、その頂上小山まで、はい、おしっこ、そんな飲んだらもうね、おしっこしたくて。そうですね、おしっこもありますけど、なんかね、若干カフェイン中毒になったのかどうかわからないんですけど、普段ね、あんまりなんかこう高山病というか、あんまりこう疲れるっていうことはあんまりないんですけれど、その日はすごく疲れましたね。なんか息切れしたというか、ちょっと半分フラフラになりかけながらこう登ったので、ちょっとこうね、少し危険だったんですけれども、はい、まあ、でも回復したので大丈夫です。まあ、それだけ飲みました。命をかけて作ったコーヒーっていうことですね。命をかけて、はい、それヤマップ的に命を落として作ったコーヒーなんで、ぜひ皆さん、はい、なんかすぐ人気でね、すぐに売り切れとかなるけど、あれも、まあ、すぐにまた入荷されたりしてますよね、コーヒーも。そうですね、今2回出させていただいてて、2回目はもう1日で、ね、おかげさまでなくなりましたので、まあ、作るのにね、少しやっぱり手をかけている分、なかなか毎回毎回こう提供さできるものではないんですけれども、また今作っておりますので、近々提供できると、はい、今年、あとはまあヤマップストアの中でも、まあ、そのやっぱヤマップストアってやっぱヤマップスタッフが目利きしてって、一番いいものだけよって言ってるじゃないですか。その中でも清水さんの一番おすすめの商品、これ好きだみたいな商品とかありますか？そうですね、まあ、本当に私が見させていただいている分たくさんあるんですけれども、まあ、その中でも今一つ持ってきたんですけれど、まあ、私も個人的に購入してやっぱり着ているティントンブロスさんの剣ジャケットですかね。まあ、これは2020年下半期のヤマップストアアワードでも、ウェア部門でゴールド賞を受賞したんですね。ハードシェル、普通にこういう、まあ、普通のジップ、なんていうか、はい、垂直なやつを持ってて、はい、これって結構、はい、なんかこう使いづらいんじゃないかなって思ってて、ずっと思ってるんですけど、実際そこら辺ってどうですか？そうですね、まあ、正直に言いますと、多分その脱ぎ着するときは、まあ、確かにこのプルオーバータイプなので、ちょっと脱ぎにくかったり着にくかったりっていうのはあるんですけれど、まあ、そもそもこのネオシェルっていう生地は、その脱ぎ着が少ない、脱ぎ着をしないように、汗がこう抜けるように作られていますので、まあ、本当にその登り始めから帰るときまでずっとこれをまあ羽織ったままでいますので、そもそもそういうシーンってないんですよね。なので非常にはい、そういう意味では使いやすいジャケットだなと思います。少しだけ脱ぎ着がめんどくさいっていうポイントも、もうそれを補って余りあるだけの快適さみたいなのがあるっていうことですね。あ、そうです、そうです。ここに使われている、まあ、ネオシェルっていう生地の、まあ、特徴でもあるんですけれども、まあ、防水はするんですけれども、ちゃんとその、透湿はするということですね。なので、結構特に冬山とかで、冬山とか、まあ、雪のシーンで効果を発揮するんですけれど、まあ、寒いからといって結構着込むと中がもうどん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 汗かいて濡れてしまう。で、まあ、その結果汗びにつながってきてしまうというような、まあ、すごく体温調整って、すごく難しいんですけれども、まあ、これは、まあ、本当に、まあ、防水、素材でもありますし、あとは風も防ぎますね。まあ、ただ、その分その中からどんどん抜けていくので、まあ、そのずっとこの登っている時、まあ、行動している時は非常に快適に過ごすことができるというような特徴がありますね。まあ、なのであんまりこう脱いだりこう着たりっていうシーンがそもそもないっていうことなんですよね。まあ、かつこれが、まあ、結構そのハードシェルとかってバリバリとこう結構ね生地がすることもあるんですけど、この生地の特徴もう一つがこのすごく柔らかいしなやかな素材なんですね。なので非常にその体の動きに対してこう追随してくるというか、ついてきてくれるので、まあ非常にその行動するシーンではまあふさわしいというか、いう素材でもありますね。じゃあ来年ヤマップストアこんな風になっていくぞみたいなのってあったりしますか？
そうですね、まだオープンして1年少しで、サービスとしてもまだまだなところがありますので、もっともっとユーザーさんに、満足いただけるように日々改善はしていきます。あとストアはですね、来年の1月にリニューアルを予定しています。まあ、今一生懸命裏で作っているところなんですけれども、まあ、これまでちょっとその商品が若干探しづらかったりというところがあって、でまあ、非常にその商品の検索のしやすさみたいなところは割と心がけて作っております。であと、まあ、ユーザーさんにこうアンケートをさせていただく中で、まあ、私たちが本当にいいと思った目利きした商品が今ラインナップされているのはすごくいいことではあると思っているんですけれど、ただその分若干価格がこう高いものが比較的多いんじゃないのかなっていう印象も持たれています。で割ともう少しそのユーザーさんにまずじゃあこれ試しに買ってみようかなみたいな、そういったようにこう思っていただけるような買いやすいような商品ですね。まあ、買いやすいっていうのは若干価格っていうところはありますけれど、もちろん私たちが本当にいいと思った商品になりますので、そういった商品もラインナップをかなり増やしていきますので、そのあたりはすごく楽しみにしていただけたらというふうに思っております。まあ、ちょっとまだいろいろプロジェクトは他にもたくさん動いているんですけれども、まあ、非常にこう楽しみなまた1年になりそうなので、ぜひご期待いただければと思ってます。来年こんなブランド取り扱い予定とか、取り扱い始まる予定だよとかってありますか？言えたら。そう、言える範囲で。そうですね、どうしましょう、言ってしまいましょうか。でもちょっとあえて控えておきます。まあ皆さん誰もがこう知っているようなブランドさんと今ね取引進めておりますので、まあ、来年にはラインナップが揃ってくると思います。あともう一つですね、まあ、いわゆるガレージメーカーさんですね、ガレージブランドさんなんかは、来年、ラインナップがこう増えていきます。まあ、ガレージメーカーさんは基本的には、自分たちで、ユーザーさんの声を聞いて自分たちの手で作って、ユーザーさんにお届けしているというような、まあ、メーカーさんのことを、まあ、ガレージメーカーって基本的にはこういうんですけれども、まあ、私たちは本当にいいと思った商品っていうのをこうラインナップしてますけれども、そういった意味ではガレージメーカーさんはやっぱりその、自分がフィールドに出て欲しいと思った、必要だと思った商品を、ユーザーさんの声を踏まえて作っているっていうところを踏まえると、すごく私たちのストアにもマッチしてるなというふうに思っているので、いくつかのメーカーさんに、声をかけさせていただいております。で、まあ、ぜひ、一緒にやりましょうという声をいただいておりますので、まあ、来年、年明け早々に、結構いくつかのメーカーさんブランドが揃っていきます。まあ、最終的にはですね、ガレージメーカーさんそれぞれ個性がすごく強いので、非常にそういったところが集まってくると、なんかこう要はなんていうんですかね、それこそ、まあ、ガレージセールじゃないな、まあ、マーケットみたいなものでしょうかね。なんかそういうのがこの EC のストア上ウェブ上で作れると非常に面白いなと思っていて、なんかそういう今構想を進めているところですね。はい、じゃあ今回はですね、今年、大成長を遂げた、ヤマップストアの担当者の清水さんにお越しいただきました。皆さんもぜひヤマップストアで商品一度どんなのがね並んでるかとか見ていただけたらと思います。で、清水さんが一生懸命選んだものばかりですので、ぜひ見てください。命をかけてね選んでるんでヤマップ的にどうなの、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。お待ちしております。ヤマップでピークスとかああいう山の雑誌に一番出ている人、晴山さんを除いて誰でしょうか？え、誰？ヒゲ大将？と思うじゃん。うん、真由美よ。そうなの？ってことで次は次は真由美さんですね。はい、ヤマップマガジンの編集長中条真由美さんをお呼びしております。よーよ、じゃあ呼びましょうか。はい、それでは中条さんお願いします。はい、こんにちは、中条と申します。よろしくお願いします。こんにちは。声が吉高由里子そんな似てるか？似てないです。さあ、中条さん、今日のお話しいただくテーマはヤマップマガジンの何についてお話しいただけるでしょうか？はい、まずヤマップマガジン
サイトオープンしてから約1年経つんですけれども、それを踏まえてこの1年どんな風に運営成長してきたかっていうところをまずお話しして、その後おすすめの記事とかカテゴリーについて紹介させていただけたらなと思っております。はい、そうですね、今年ヤマップマガジンちょうどオープンして1年、去年の11月末でしたっけね。そうです ね、うん、ね、ちょうど1年ぐらいになりますね。その間、まあ、どんな風にねヤマップマガジン作られてきたかとか、そんなお話が聞ければと思います。楽しみにしてます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずマガジンの、軌跡というかこの1年なんですけれども、先ほどもお話しあった通り、1年前、ほぼ1年前ですね、11月末にサイト自体はオープンしまして、その後細かな調整とか準備期間を経て、翌1月ですね、2020年の1月から、本格的に走り出したっていう形です。でその後半年、6月7月あたりで100万 PV を達成しまして、でその後も平日はほぼデイリー配信ということで、進めております。直近では150万ぐらいの PV を、安定して稼げるようになってきているので、今後もどんどん伸ばしていきたいなというふうに思っています。中条さん、はい、さっきね、細かな調整とか言ってましたけど、ヤマップマガジンめっちゃシュッとしましたよね。シュッとそうですね、はい、今年の春ぐらいにとデザインリニューアルおよびとサイトの速度改善ですね、ここを大幅に改善しまして、デザインもシュッとかっこよくスタイリッシュになりつつ、実は速度の方もかなり、サイトオープン当時はちょっと重たかったんですけども、かなり改善されてユーザビリティも向上したかなと思ってます。社内外からもそのようなお声をいただいております。サクサク動くようになって、サクサク、はい、サクサク見れるようになってます。ちょうどオーブラーツも昔結構重かったんですけど、多分マガジンと同じペースでだいぶシュッとしてきたなって感じますけどね、僕は。何の話2人は比例しているんで、マガジンの話だよ、はいはいはいなるほど、まあそんな感じで進化をしてきて、150万 PV って月ですよね、1ヶ月。そうですね、はい、はいはい、ヤマップユーザーさんにも見ていただいてますし、それ以外の方にも見ていただいてます。毎日配更新とかしてると、やっぱアイデアとか、なんですかね、どんな記事を作るかとか考えるの結構大変じゃないですか？ああ、そうですね。でもその辺は1000人はそこまでメンバー多くないんですけれども、同じチームのお二人もそうなんですが、崎村さん、大村さんだったりとか、その他のチームの方からもこんな企画があったら面白いんじゃないかとか、面白い著者がいたよみたいな形でご意見いただくことが多々あるので、そういったところも多分に活用させていただきながら進めている感じですね。なるほどなるほど、まあ社内のね、確かになんかこんな人がいいよねみたいな、この人の記事読んでみたいなとかいう話もねよくありますし、こういうのね、なんかユーザーさんとかからこんな記事読みたいとか声とかあったりしたら、そういうのも活用できたりしますかね今後。そうですね、モーメント機能っていうのもありますし、今年できましたし、アプリの機能をうまく使いながらユーザーさんとコミュニケーションをもう少し深く取れるようにするとかして、来期以降そういったことにもチャレンジしていけたらなと思います。じゃあ中条さん、編集長が選ぶベスト3、はい、はい、ベスト3、ベスト3記事のちょっとご紹介いただいてもいいですか？はい、すごくたくさんあって迷うんですけれども、まず一つ目、今画面にちょうど映っております、これが最新記事になるんですけれども、フリーアナウンサーの大橋美穂さんですねの実は連載をしてまして、今最新が5本目になるんですけれども、アメリカのロングトレイル
て、ジョン・ミュア・トレイル、通称 JMT っていうところがあって、まあ、そこを、歩いた時の旅の記憶をフォトエッセイで綴っていただいてるっていう企画内容になります。でまずこれが一つ目で挙げさせていただいたんですけども、理由は、まあ、3つぐらいあって、まあ、その聖地 JMT の現地の風景が見れる。で2つ目は、ロングトレイルの衣食住、まあ、あとトイレ事情なんかに触れてたりもするんですけど、そういったことが分かる。で3つ目は大橋さん自身のこう、まあ、オフショットも可愛いですし、まあ、ファンじゃなくても文章自体もすごく完成されているので読んでて楽しいと、この3つかなと思います。これあれなんですよね、エッセイってことは大橋さんがご自身で文章を書かれていらっしゃるんですよね。あ、そうですそうです、はい。そうそう、僕も読んでてこれすごくなんか JMT ちょっとなんか名前知ってるぐらい、なんとなくどんなのか知ってるぐらいだったんですけど、どんなところで、ね、歩いてる間にどんなことが起こるのかとか、なんか結構現地の様子が本当にね手に取るように、ちょっとこう自分が現地に行ったかのような、ね、感覚になれるというか、すごく面白かったので、皆さんぜひ読んでみてください。はい、読んでみてください。ぜひぜひ。ありがとうございます。2本目はこれも連載なんですけれども、山岳ライターの、森山健一さんに寄稿いただいている文章で、道具の登山道具、長年使い込んだ登山道具の中から森山さん自身がこれは一品だというものを一つ、レビューしていただいているっていうものになります。こちら今写している記事はスポルティバのネパールエボ GTX なんですが、冬山登山口の定番ということで、持ってる人とか、まあ、気になってる人も多いと思うんですけど、これについてものすごく詳細に、まあ、いい点もそうですし、ちょっと気になる点についても、包み隠さず語られているっていう熱い文章になります。こちらは実は公開自体は去年の2019年の冬なんですけれども、2020年の2月なんですけれども、中身は全く廃れることなく、この記事自体が公開されたのは、2020年の2月なんですけど、全然今読んでもすごくためになる記事だと思うので、ぜひぜひこちらも読んでいただけたらなと思います。はい、そうっすよね。なんか森山さんのね文章ってよく読む機会もありますし、森山さんのブログとかも僕は拝読してますけど、すごく分かりやすく本当に文章を書かれていて、書かれる方じゃないですか。なんでこういう道具のレビューの時とか、本当にね森さん自身の感想にしても、これがどういう風に、この道具がどういうものかっていうのもすごく分かりやすくて、かなり参考になるレビューですよね、本当に。まあこういうなんていうかね、ガチみたいなやつはね、これからも読み応えあるから、どんどんとやってほしい。まあ一方でね、僕怪獣なんか作ってますけど、なんかああいうわけのわからん新しいのもなんか両方あるとすごい面白い、なんかこうメディアだなっていうのはすごく、はい、思います。そうですね、はい、なんか硬派で骨太というか、山はこれですね、ガイガーの山崎さん、怪獣博士まあ完全にアウトドアの外からこう掛け合わせたらどうなるかみたいな、なんかそういう、まあまあこれはいいですよ。じゃあ3本目いきましょう。3本目、はい、3本目はまあ実は1本に絞りきれないところはあるんですけど、このトップバナー、まあ、トップメニューの山っぷのところから遷移すると、実は山っぷの、サービスにまつわるいろんなこうキャンペーンだったりとか、あとはエンジニア自身が語るサービスのポイントだったりとか、あとアプリの新機能の紹介ですとか、そういうものが読めます。で、
ちょっと直近で一つに絞るならどれかなとすごく悩んだんですけれども、結果こちらを押したいなと思います。これはヤマップのデータ分析エンジニア、データ分析チームなんですけれども、のお二人に寄稿という形で書いていただいたもので、タイトルちょっとそのまま読みます。登山者の軌跡データから、新規ルートを抽出、現代版伊能忠敬プロジェクトが始動ということで、すでに知ってる方もいるかなとは思うんですけれども、実は、データから地図をどんどんアップデートしていこうという取り組みが今年の夏頃に始まってまして、それを社内では伊能忠敬プロジェクトというふうに、銘打って進めているという経緯があります。で、そのスタート時に書いてもらった記事がこちらなんですけれども、すごく2人 の、 あのプロジェクトに対する熱い思いがぎっしり詰まった記事なので、ぜひこれも読んでいただきたいなと思います。はい、中条さん、ヤマップマガジンについてのご紹介どうもありがとうございました。ありがとうございました、まあ、来年のヤマップマガジンはもっとこんな風にしたいみたいなのを一言で何かあればお願いします。はい来年はですね、まあ、ヤマップユーザーの方々にももっとこう参加していただけるような枠組みっていうのを作れたらなと思ってます。まあ、今まですでに読んでるよっていう方もいらっしゃると思うんですけど、まあ、さらにもっとたくさんの方々に読んでもらいたいというのと、一緒に作っていけるような、参加してもらえるような企画っていうのも増やしていけたらなと思ってます。じゃあね、来期のマガジンにも来年のマガジンにも期待ですね。はい、はい、じゃあ中条さん、今日はお忙しい中どうもありがとうございました。ありがとうございました。失礼します。次はですね、はい、ヤマップのあれを作ってる人、どれ、それはもうね、出てきてから、あ、その中で話してもらえると、はい、あ、わかりました。出てきてから楽しみということで、はい、ではお呼びしたいと思います。ヤマップデザイナーの野井さんです。どうぞこちらにお越しください。ちょっと、野井さん立ってもらっていいですか。ちょっと黒いっすね悠々白書のカラスみたい。違います。はい、東京グールとかに出てきて。東京グール、 まだグール、まだグール、これからグールになるはい、じゃあ野井さん、野井さん顔出し NG ということで。ミステリアスでしょ、うちが誇るミステリアスガール田中って言ったら怒るんですよノイって呼べというわけで、今日はデザイナーのノイさんに来ていただきました。はい、すごいいろいろね、用意して、なんかこういうのよくわかんなくてとりあえず作った方がいい。おお、すごい、でも紙芝居みたいな。紙芝居を作ってきました。おー、ありがとうございます。ノイさん、まあ、デザイナーもいろいろいるじゃないですか、ヤマップ。はい、ノイさんは結構リアルなものとか得意ですよね。私の方が、グラフィックの方を担当してるんですけど、バッジとか、あとはヤマップの、ヤマップのデジタルバッジ。うん、ああ、そうそうそう。ね、あとサイトに表示されている画像とか、まあなんかそういう風な、まあ見て楽しむ部分をちょっと作らせて。いただいてます、うん、チラシとかパンフレットとかそういうのも大体ノイさんが、ね、作ってるんですよね。あの会社のパンフレットとか、ね、うん、イベントのパンフレットとか、ね、そうした大変我々めちゃめちゃ先に言えよそんなんじゃないね、ノイさん、そんなんじゃない。先に言えよは結構言うかもしれない、うん、やっぱこうどうしてもこうね、イベントとか、あ、直前に、あそこにチラシがあったら便利じゃんって思いついちゃって、ノイさんに。でもノイさんなんだかんだ、ね、そうそうそう、やっぱこうどうにかする女だと思う。いや本当に、いや、この2人が割とこう甘え上手すぎて、うん、なんかちょっとお願いできるかなっていう
たらいいよっていう甘えベタな人は甘えベタな人は甘えベタな人は大体ヤマップは甘え上手な人しかいない。あーなるほどなるほど、はい、なんかやります。やっぱり本当にあのもうなんとかしてるよね。本当なんとかね、とかしますね。ありがとうございます。そんなんじゃダメですよ入れ替えて来年から頼みますよ。入れ替えて、はい、頑張ります。というわけで、ね、まあ、今日であのヤマップの2020年デザイナー目線では、ね、どんなことがあったんですかって聞こうと思ったら、なんかな作ってきてくれてる、ね。はい、昨日作りました。お、はい、じゃあ、デザイナーから見たヤマップの2020年です。はい。まず春夏秋冬で開けます。お、ちゃんとなんかバッチみたいになってる。これはあのちょっと案出したけどボツったバッチあのこういう機会ないと出せないかなと思いました。はい、春です。ヤマップのロゴが変わりました。まあ、ロゴが結構大きく変わったので、アプリや、まあ、印刷物なども全て変更になって、かなり大変な春の季節を迎えました。はい続きまして夏。夏がですね、イベント関係がすごく多くなったので、ピンバッジの取り組みがかなり増えました。ここにちょっとイラストで出しているんですけど、リアルのバッジ、それと、デジタルのバッジの取り扱いがかなり増えております。でこちらが今まで作ったリアルのピンバッジなんですけど、これプラスあと1個増えてます。あ、マジで。いや、そう飾られるとちょっとすごい欲しくなる壮観よね。で今までに15個作ってて、うん、まあ、今17個に増えてますね。はあ、ヤマップで出てるこのピンバッジっていうのと、あと僕たちがその山登った時とかに、ね、登り納めとか登り始めとか山の日とかバッジを獲得しました出てくるあれのデザイン全部のりさんが作ってくれてますもんね。あります。結構楽しくさせていただいてるの今までそのデジタルのバッジ描いた絵とか全部で何個ぐらいになるんですか？リリースされているのは104種類ぐらいだったんですけど、実際作ってるのは多分200ぐらい。すげえ。あります。初代ポケモン超えちゃってるんですかマジ150は超えましたねマジすげえ。それぐらい、あのボツ案とかが結構あって、うん、本当はなんかエイプリルフールにこういうのを出したいっていうふうにこう勝手に作ったりしてたんですけど、うん、結構、今年はちょっとエイプリルフールも大変だったので、うん、まあ、ちょっと流れてしまったけど、まあ、あのいつかやりたいねっていうバッチは結構作ってます。バッチで、ね、まあ、僕ちょっと見ちゃったんですけど、たまにメルカリとかに出ちゃってるんですよね、リアルバッジ。出ますね。しかもちょっとまあまあちょっとね、いいランチが食べる、意外とそう、そんくらい値段になってるんですけど、逆を言えばそこまでして手に入れたいんだなっていう気持ちも、まああることにはあるんですけど、ちょっとね、お金を払って買われるよりはヤマップに連絡してください。私の手元からこうやって渡すんで。それオッケーなの？それオッケーなの？予備分が私持って。いいんかい。今のは聞かなかったことにしてください。はい。まあピンバッジ番長でもあるということで。です。はい。あの最近よく言ってますもんね。そろそろピンバッジで独立しようかなって。それよく言ってますもん、ね、ピンバッジ屋さんになろうかなとか、その直前にあのノイさんこれ作ってお願いみたいな人が何人も来ると、やっぱノイさんもほら仙人じゃないからやっぱイラッとするから、そこで言ったらバッジ職人として独立しようかなよく言って、でも職人にはちょっとなりたいですなりたいんかい、ピンバッジ職人なりたいんかい、まあまあ
はい、まあ、ピンバッチ、はい、の話、秋行きましょうか。はい、じゃあ秋の山なんですけど、リッチデザインの構築をしました。おー、ありました。これは、まあ、少しお話があったかもしれないですけど、まあ、アプリのデザインだったりウェブとか印刷物のデザインを新しいロゴに合わせて刷新していくっていう取り組みで、リッチというデザインの基盤を作りました。でノートとかにも詳しく、あのひずめさんという方が書いていらっしゃるので、うん、興味があったらぜひご覧ください。こちらについてはまた後日詳しくお話があると思います、うん、ね、いいですよね、かっちょいい。ヤマップもこんなこういうのできたかと思いました。やっとね、2年越しぐらいに、ずっとやりたいやりたいってね言ってたね、デザインシステムみたいな叶った一つということで、来年はもっと新しいのとかで、おはい、楽しみにしてます、はい、最後冬です、はい、年末年始バッジを作りました。今回はエトの名前も入れた上でバッジを今年はちょっとあの去年って本当に年末年始の数日間だけだったけど、まあ、今年はあんまり、ね、皆さんが同じ時期に、ね、そうですね、っていうのも、まあ、やっぱり3密を避けるということもあるんですけど、まあ、ちょっと長い期間でちょっとしている状態ですね。ちなみにですね、年末の方は、立花山です。で年始の方は、立山です。おお、なんか理由あるんですか、それ。ですね、こちらは CS のゆきさんの提案をいただいたんですけど、まあ、ちょっとあのユダさんの中には年末年始バッジ楽しみにしてますというお声がちょこちょこいただいてまして、じゃあちょっとゆきさんぜひ考えていただけますか。ご協力をいただいて、でですね、立花山が、今回、今年は結構新しいあの機能をリリースをしたと思うんですね。なので、それの事象の検証をすることに、まあ、ちょっと立花山をで、ユーザーさんのテストを行ったということで、思い出のある山で、立花山を出すことにしました。はい、年始の方が、立山なんですけど、こちらが、弊社ヤマップストアの、山で飲みたいコーヒーの、試飲をしたところが立山になっているので、まあ、来年のコーヒー頑張りますという意思で。そういうコーヒー頑張りますか。コーヒー今日飲んでね、まあ、コーヒーというか、まあ、ヤマップストアとかもね、今年来月の時で来年もどんどん伸びてほしいみたいな、そんなんですね。そうです。あ、でもちゃんと理由があるというか、なんか実際にヤマップのね、まあ、僕らの活動とか、なんかユーザーさんとの絡みで実際何かがあった場所ってことなんですね。そうです。なので今回はこの2つのはいはいはいチョイスさせてしていただいた。いや、素晴らしい。はい、ということで、そんな感じで、はい、ご清聴ありがとうございます。はい、パチ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 。いや、すごい準備が素晴らしい。あ、準備できてますか。いやいやいや、ここまでねやってくれてね。もう一個ちょっと準備してます。お、何すか。年末年始のバチのコースターをちょっと作ってきてまして。作った。作りました、作った、うん、年始とあのヤマップの2つなんですけど、へえ、よければユーザーさんプレゼントということで。あ、なんかなすごいナチュラルに作ったとか言ってますけど、はい、どうやって作るんですか。そうそれ、レーザーでピューいやいやいやレーザーでピューレーザーでレーザーでピューってレーザーでピュー。X-Men のサイクロプスですか。違います。はい。優柔白書のカラスじゃないですよ、ね。東京グールの。違う。違うです。実写化おめでとう。ありがとうございます。
え、これをじゃあ、あの今これ見てる皆さんにプレゼントですか？はい、抽選で2名様、ちょっとどっちかは選べないんですけど。お、すごい。ちょっとじゃあ、なんかその方法とかはね、概要欄とかに適当に、はい、じゃあ下の概要欄にリンク貼っとくんで、はい、あのそこを見てください。お願いします。まあね、いろいろ今年どんなことがあったかとかね、普段どんなことやってるかとかお話ししてもらいましたけど、はい、まあ、来年は、まあ、野井さん自身もそうだし、山本さんのデザインっていうところ面から見ると、まあ、どんな風に変わっていくと思いますか？そうですね、まあ、リッチデザインがかなり大きくて、まあ、リッチで、まあ、山本らしいデザインを構築する基盤が今年できて、で来年はそれをユーザーさんにどう見せられるかっていうのが勝負の時かな。ヤマップらしさをもっとこう、うん、アプリもそうだし、まあ、いろんなところでユーザーさんとかそれ以外の、まあ、社会に見えるところとかをこうその瞬間瞬間を切り取っても、あ、これはヤマップっぽいって思える、こうなんかそんな世界というか。そうです ね、そんな感じに。結構それって難しいじゃないですか、うん、こう誰が見ても分かるデザインってね、すごい難しいので、やっぱりどうユーザーさんに馴染んでいただくかとか、すごい試行錯誤をしながらデザインチーム一丸となって頑張っていけたらなと思います。はい、まあ、来年もいろいろデザインチームもいろいろデザインでヤマップの世界を表現していくっていただけるということですけど、まあ、最後にまあ、これ見てる皆さんとかに何か一言あればお願いします。はい、ヤマップ多分アプリのデザインがどんどん変わっていくので、なんでこんなに変わるんだろうちょっと思う方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、一歩ずつユーザーさんに馴染んでいただけるようにデザインが一度ヤマップ一度頑張っていきたいと思ってますので、今後もどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ本日はデザイナーの野井さんにご登場いただきました。野井さんどうもありがとうございました。ありがとうございます。野井さんめっちゃ作ってたね。ね、すげえやっぱ。これの後はやりにくいね。やりにくいけど、うん、すごい多分すごい作り込んだやつが来ると思います。さすがに。しかも、ね、気合い入ってるね。うん、セールスチームから。おすげえ気合いの入った。今セールスチームなんだけど、今ねちょっと違うチーム名になったっていう話も聞いたけど、それも後で、まあまあまあ分かりやすく言うと、うん、あのセールスチームの人が来るそうです、はい、セールスの担当の人がね来て、さすがセールスと思わせてくれるような話をしてくれる。プレゼントプロ、プレゼントプロ来ますから期待しててください。というわけでじゃあ読んでみましょうか。はい、はい、じゃあ今セールスとかそういったことを担当している大土さんにご登場いただきます。大土さんどうぞお越しください。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お疲れ様です。お疲れ様です。だいぶハードル上げてる感じですね。あの、はい、いや資料がねちゃんとできてなくても、はい、やっぱりきちんと喋ってくれるんだろうなっていう。いや任せてください。そこはもうちょっと一つ気に食わないこともありますけど、はいはい、いいですか、はい、ちょっとあのそれちょっと向こうに向けてもらっていいですか。これです。なんでヤマップよりパタゴニアのが多いんですか。いやいやいや、しかもヤマップのロゴ古いっていう。旧ロゴじゃないですか。旧ロゴです。これ張り替えます、ね、必ずこれ終わった後に張り替えます、ね。まあ、ということで大地さんに来ていただいたわけですけれども、はい、あ、ヤマップってやっぱアプリの会社だけれども、はい、営業の人たちって実際何をしてるんだろうってこと皆さん気になってるかと思うんですけど、はい、どんなことを普段されてらっしゃるんですか？ありがとうございます。ちょっとそのおっしゃるように今の僕らがどういう組織っていうかチームなのかっていうのと、なんか具体的にどういうことをしてるのかっていうのは簡単にちょっとご説明できたらなと思います。我々あの営業チームと呼んでなくてですね、アウトドアデベロップメント、ちょっともう一回ちょっと言ってもらっていいですか。アウトドアデベロップメントチームというふうな形にいたします。はい、ます。略して OT です。OT です。アウトドアの略じゃない。違
オーディチームって言ってたりします。なんか内容はここに見ていただいたようにこうヤマポの資産を活用して、まあ、すごくざっくり言うとこうアウトドア産業だったりとか、まあ、登山インフラとか、まあ、日本のこう地域社会の活性化を持続させるためにこうやっていきましょうというところだったりします。でやってることとしてはこう民間企業もそうですし今はやっぱり主に自治体さんとの連携っていうのをこう強めてたりするというような状況だったりします。で、ちょっと具体的にはですねいくつかあって一つ目っていうのがこう、まあ、ピンバッジ施策って書いてるんですけどもあのこう山をこう基軸にして盛り上げたいっていうようなあの地域があったときに、まあ、そこに立ち寄ってもらうような施策の一つとしてこうエリアを限定してですねいくつかの山に登った後にこうリアルなピンバッジをプレゼントしますみたいな形で山っぽのユーザーの方々にですね、まあ、こういった地域の魅力的な山がありますっていうところとそれについてこう行ってもらうような仕組みっていうところをこうピンバッジと合わせて行ったりするというのがあったりします。実際山登る山っぽのユーザーさんたちに、はい、その実際に現地に行ってもらえるような仕掛けっていうことですね、はい、いやおっしゃる通りですね。ありがとうございます。はい、っていうのが一つあります。で、他にも山ではなくてですねこういったロゲーニングっていう直近でこう阿蘇のですねあの九州の阿蘇地域でロゲーニングの取り組みをしてですねあいくつかのこうポイントが設定してあってですねでそのポイントがこう点数になっていてですね制限時間が設けられていてその制限時間内にどれだけこうポイントを取れるのかっていうところを紙地図とですねアプリを連動させながらこう巡ってもらう地域を巡ってもらいながらやっていきたいと思います。あのオリエンテーリングだような感じのやつですよね、はいはい、順番は決まってないんですよね、はい、のオリエント違うのは、はい、で山の高いところとか高得点になってるけど、うん、その分時間かかるからどうしようみたいなのをチームでやるみたいな、はいはい、そうですね。じゃあまだ未体験なんですけどめっちゃ楽しそうだなと思ってこれはあれですよね、はい、やっぱそのいわゆる本当に山でやるオリエンテーリングと違って、うん、ちょっとこう街を絡めてるというか、うん、そういう感じですよね、はい、なんかそうですね。なんかこうあの食事をする時間もあったり、うん、時間というかもうそれも踏まえながらですね自分たちで戦略を組んでですね 2,3 人1人になって今おっしゃってたみたいに戦略を練ってですねどこを巡ろうというのを決めてやるというちょっとイベント的っていうか、うん、戦略性を持ったイベント的なものになります、うん、はい。極論で、うん、山に行って帰るだけだと、まあ、僕らとしては全然嬉しいですけど、はい、で自治体の方からしたら、はい、もうちょっと欲しいよっていう、そうですね、うん、そういうとこまでちゃんとこう含まれててすごいなって、うん、ありがとうございます。はい、なので麓の町に寄ってもらうっていうのはおっしゃる通りすぐ重要なポイントだったりするのでそういうところをこう継承地とともに合わせて巡ってもらうという仕組みを地元の方々と一緒にやっているような状況でございます。あとは最後にちょっとこうよりあの山アップとはこうちょっと離れているように見えるかもしれないんですけどもこういう e バイクというですね電動付きのマウンテンバイクとか自転車がありまして、まあ、それを活用してですねあの巡ってもらう仕組みを作るというようなアプリを通じてですね行ってたりします。やっぱりこう我々のミッションとして自然にこう行ってもらう人を増やすというのがあってですのでやっぱ登山はまだまだこうハードコアなアクティビティだと思っている人たちもいるのでよりその敷居を低くするためにこういう自転車を使いながら巡ってもらう仕組みというのを一緒に自治体の方々と連携したりするというケースもあったりします。はい、e バイクどうなんですか、はい、あの僕あんま乗ったことないですけど、はい、大津さん、うん、どうですか e バイク。あのね、あ乗った人全員楽しいっていうぐらいやっぱりすごく評判良くて、やっぱりこう山の行くところってこう高低差がすごくあったりして、うん、普通の自転車は疲れちゃうんですけど、うん、こういった電動付きでしかもちょっとかっこいいものでこうやっていくと皆さん満足度も高くて特に島とか、まあ、そういったところとの相性が良かったりしますね。確かに島すごいアップダウンめっちゃありますね。ありますよね、うんうん、まあそうですね、なんか峠とかで昼クライムしてる人の横をスーッて行って、うん、そうでも、はい、駐車スペースがね、まあうん、割と気軽に置けるから、うん、車とかよりもこう行動範囲広いですよね。そういう意味だと。そうですね、狭いとこも行けるし。どうしどうぞどうぞ。多分なんか僕可能性あるなと思うのは、うん、登山、はい、その登山口からしばらくずっと林道を進むような10キロ林道ですみたいなところがあったりするじゃないですか。
スカイさん、はい、例えば、はいはい、そういうところのって言われるとめっちゃ使えるなって思って、いやむちゃくちゃ合うと思います。ですよね、うん、シーホタカのところからずーっとあのそれが一番いいです行きたいですね。本当はあの上高地から横尾さんのところまで、横尾までそう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 これで行きたいよねめっちゃ行きたい、これめっちゃ行きたい。なのでなんか結構言うのが今おっしゃってくださったように、普通に観光としてもそうなんですけど、やっぱりこうあの登山道まで結構距離があったりするところもやっぱり地方に行けば行くほど多いので、そういったこう移動手段としてまあ活用するのもまあいいんじゃないかっていう話は聞こえたりします。片方に自転車でポしといて車で行って戻る、重装して戻るとか、そういうのはすごく可能性してあるんじゃないかっていうところで、うん、まあ、ここら辺はでも僕らは別に E バイク作ってるわけじゃないから、はい、こういうそのなんていうか何をしてるんですか結局。ですね、なんかあのやっぱり巡ってもらう仕組みが必要だったりするので、そのやっぱりスポットをどうこう順序立ててですね、あその魅力っていうのを改めてさっきお伝えしたように魅力って何なのかっていうところで魅力を見つけたらそれを巡ってもらうんですけど、皆さん基本的に多分地域を地方を回るときってこう Google マップとかを使いながら巡ってると思うので、それをこうヤマップの中に入れといてですね、自動的にこうコースがこう決まっていってその通りに巡ってもらうというような形で今連携してします。ちょっとざっくりと言うと、その、はい、もうちょっといろいろあるんですけども、そうか、まあ、ヤマップのそのだから営業っていうのはこういったことを、はい、まあ、自治体の方だったりとか、はい、まあ、そのいろんな他の別のところとタイアップして、はい、でいろんなプロジェクトを進めるんですね、はい、2020年は、ね、やっぱ自治体さん増えましたよね、やっぱりそうな気はしてるんですけど。そうですね、なんかやっぱりコロナの影響もあって、アウトドアっていう文脈にあのやっぱり自然の資源を使いたいという自治体さんが増えたりするので、我々に対してのお問い合わせというか、あの今おっしゃってました連携する地域っていうのはすごく増えたという感じですね。そうですね、ワーケーションみたいなことはやったらありますね、ようになりましたね、うんうん、なので今おっしゃってくださったみたいにアプリを使いながらっていうのもそうですし、そのワーケーションみたいによりこうアプリを使わずな使わない形でアウトドアとか自然をどう楽しむのかというところを、一緒にやらせていただくというのが結構増えてきているというような状況です。なるほど、うん、まあ、じゃあ来年、はい、その OD チームとしては、はい、まあ、そのセールスとかの部分では、はい、ヤマップどういったことをやっていくみたいなのってありますか。先ほどのお見せしたようなピンバッジみたいな、まあ、もともとユーザーさんがいらっしゃるで、そのユーザーさんがこう山をより楽しめる施策っていうのはもちろんそうなんですけども、その他にもロゲーニングとか E バイクとか、あとは自然教育みたいなところをですね今やろうと思ったりするので、こう山という文脈だけじゃなくて自然観光というところですね、どんどん全国各地で広めていきたいなというふうに思っておりますので、その際はまた皆さんにもこうお伝えできればなと思っているので、ちょっとそこを自然観光という文脈をちょっと楽しみにしていただければなというふうに思っております。はい、あれですね、いろんな地域の魅力を発信してくれるわけですね。そうですね、それをちょっと頑張っていきたいなと思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。2020年なんかありました？あったんですよ。それ、はい、どうですか？私今年36歳なんですけども、はいはい、結婚しましたですね。ウィッシュリストをぜひ概要欄に貼っとくんですか？いいんですか？ユーザーさんからユーザーさんからもらえますか？それ果てしなくウィッシュリスト作りました。まだ今アップの人からも何ももらってないっていう状況なので、じゃあちょっとなんかそれいいですか？うん、なんか後であげますって僕とラツから。あ、本当ですか、はい、嬉しい、ありがとうございます。はい、じゃあというわけで、はい、今年の OD チームであったこと、まあ、セールス目線から見たヤマップのことについて、大津さんに語っていただきました。はい、はい、大津さん本日はどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ご結婚おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。ウィッシュリスト送ってきます。失礼します。はい、はい、ありがとうございます。まあ、この企画、ヤマップの YouTube だったらやっぱりあの人はいないといけないだろうということで呼んでたんですけど、みんなをこう撮影する日にですね、まあ、仕事で山に行ってるということで SNS になってしまいましたが、2020年を振り返る上で欠かせない一人でお呼びしてます。じゃあ来てください。始まってますよ。本番ね。
よし、はい、2020年を、まあ、振り返ってきたんですよ、ここまでいろんな、まあ、山さんしかり、あとは、ね、ストアとか、マガジンとか、マガジン、まあ、もちろん山アプリもそうだし、ね、あと普段こうあまり目に触れることのない営業のセールスチームのこう方とか縁の下チームそう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 すごいじゃないみたいな人がいろいろ2020年振り返ってきて、じゃあヒゲはどうなのかと、どうですかヤマップの2020年ね、もうまずあれやな、スタッフというか社員、はい、増えたな、増えましたね、増えたな、もう今までね、大体新入社員とか新しい人とは積極的に例えば飲みニケーションするとかね、それとか社内登山で山に一緒に行くとかでなるべく関わろうとしてたわけ、あれ目指してるわけ、釣り基地じゃん、あれちょっと待って、あれ浜ちゃんなんだっけ、釣りバカ日誌の浜ちゃんを自分は目指してて、あの会社のレクレーション担当みたいな、そういう部分でこうせっかくねいろんな奇跡でほら同じ会社にな、ね、同じ会社に所属してる時っていう時にはこう一緒になんか楽しくやりたいなっていう思えたら、ノミニケーションしたりとかアウトドア連れ出すとか去年までやれてたわけ、結構そうですね、ね、今年からできんかったね、もう急激なスタッフの増員と、まあ、コロナももちろんあってね、とにかく今年一番はマイナス面じゃないけど、なんかもっとこうやりたかったなっていう部分は、そういう人が増えたっていうことが自分の中でちょっとニュースまで、まあ、変化です、ね、変化ついていけてないとあとまあこうやとは移転もしたやん、はいはい、めったに来られてないけど、ね、だそういう会社の変化にちょっと戸惑いは正直、あるよ、東京なんかも知らない人ばっかりやん東京メンバー、ね、これからちょっと、はい、コロナ落ち着いたらもうちょっとこうやっていくよ、形的には自分は営業チームに入ってるやん、ね、だからいや中営業チーム頑張ったよ、頑張って、うん、なんか全国で自分がいろんなところでこうガイドしたりねできてんのは、本当縁の下の、営業チーム、まあ、若手っていうか30ね、前後の彼らの働きはもう尊敬だね、もうそれが本当それだけはね言いたい、彼らは現地で目に見えないけどね、もう戦ってたよ一緒、感謝は彼らに送りたい、ね、あとはそうだね、ストアね、ヤマップストア、あストアで、まあ振り返りもありましたけど、ヒゲ、ね、さんはどうでしたか、ね、ストアなんか立ち上げの時とかこう自分も結構携わさせてもらってたけど、最近はちょこっとねこうなんか協力できる部分もぐらいのレベルなんだけど、いや成長してるよ飛躍的に、いやなんかこの前も焚き火台買っちゃったもんね村子の焚き火台買っちゃってさ、いやもうなんかそれを何人かに言ったらなんか変わりましたねとキャンパーじゃないですかとか言われてヒゲさんが焚き火台を買うとはみたいなには言われてるけど、いや便利、村子焚き火台最高、もう焚き火台の上のなんかプレートあるよ、はい、あれも欲しい、今料理用の欲しいね、肉焼き変わりましたね、キャンプ飯はいいよキャンプなんてじゃないですか、キャンプはもう簡素で質素でいいみたいな感じ、別枠やキャンプを楽しむキャンプもいいじゃない、あ
計算も変化したんですね。そうそう、大人になったら。ただね、それがそこで終わってほしくないのよ。だから今コロナとかで結局キャンプブームが来た。これもう第何時かな、3時か4時ぐらいのキャンプブームや。でいつもそれで終わるやん。ブームで終わる。ブームで終わる。だからこっからをきっかけ、ね、キャンプをきっかけにアウトドアアクティビティの世界に入ってきて、普通に生活してキャンプもしない人よりは可能性は高いやん、ね、道具とか、はい、まあそうですね、装備とかの問題、ハードルもキャンプする時点でちょっとはほら、ね、普通の人よりもレベルが上がってる。だからここを、あ、そうだ、そういうこと、あの来年自分がやりたいことの一つは、そのキャンプに来てる人たちをアウトドアアクティビティまで持っていく。お、それしたいね。ラストワンマイルですね。ラストワンマイルってね、いや、なんかかっこいい、あと一歩じゃないですか。あと一歩、だからそこを僕らで、そうそうそう、山が怯えてるから行ってこいっていう、そこの、そういうことですよ。ラストワンマイルの山ップがかっこいいね。かっこいいでしょ。あの使われてるの、その使われてるけど、ここで使うスキルだけど自分のあれではないんだよね。そうです。じゃあ今後使うわ俺は。そうそう、だから自分もその焚き火台買ったことでキャンパーの気持ちが分かった。おちょっと下に見てた自分が正直いたから、一回降りてみたら実はそこは素晴らしい楽しい世界がある。だからそれを結局ヤマップストアとかヤマップ保険とかヤマップアプリとかがついてラストワンマイルになれたら最高だね。最高ですね。これまではねヤマップのことを紹介してきましたが、これからですねこの1年で、最も輝かしい活動をされてきたヤマップのユーザーさんの皆さんを表彰するという企画に参りたいと思います、はい、毎年やってますヤマップアワード2020をお送りしますよ、ね、今まで記事とかでねやってましたけど、で今回動画の中でやるの、まあ、初めてじゃないですか。そうですね、うん、ということで今回はヤマップアワード2020のプレゼンターをお呼びしています。あ、大村つじゃないんです。僕じゃないです。僕と崎村さんはあのチャチャ入れる係、はいはい、というわけでですね、というわけで、プレゼンターの方をお呼びしたいと思います。はい、千田さんどうぞお越しください。どうぞ。礼儀正しい。礼儀正しいですね、はい、じゃあ千田さんすごく簡単にで結構なので、はい、自己紹介と動画とか出られるの初めて、うん、そうですね、うん、はい、自己紹介をお願いします。はい、ヤマップコミュニケーションデザインチームの千田と申します。PR とか広報周りを担当しています。よろしくお願いします。お願いします。ということでなんか言うかと思いました。今からなんかもう一言あるのかなって。すぐそこにねロッキングチェアが最近あるんですけど、あれに揺られてる千田さんがすごい可愛い、可愛い評判、車内でざわつく、ざわついてました。たまたま場所がなくてちょっとあそこで仕事してたら激写されたと思う。車内チャットに投稿したらあのクマさんのスタンプがいっぱいついてた。そう、ね、ヒグマですけどね。ヒグマです。ヒグマじゃなくてでけえな。、まあ、千田さんはクマではありません。熊本出身ですか、ね、熊本出身ですか。配ったな、これで、ね。これちょっと配ったな。導入をミスりましたね。はい、ちょっと仕切り直して、はい、行きましょう、行きましょう。行きましょう、行きましょう。というわけで、じゃあ、ヤマップアワード2020を千田さんに発表してもらいたいと思います。はい、お願いします。では、私の方から発表を。お願いします。はい、お願いします。はい、ヤマップアワードはですね、まあ早速ちょっと部門の紹介からさせていただければと思うんですが、はい、今年は6部門ということで、まあこれまで歩行距離とか累積標高とか、
バッジの取得数とかあったんですけど、まあ、コロナ禍でいろいろ外に出歩けないっていうところで、新しくこう作った機能がヤマップで、先ほども紹介あったと思うんですけども、モーメント機能とかフィールドメモについても、まあ、紹介しようよということで、付け加えましたという形です。で、まあ、新しくヤマップを使った方に対しても、まあ、表彰の対象とするという形ですね。新ジオンいいですね。新ジオン、はい。じゃあ次へ行きましょう。上から見ていきましょう。はい、上から一番最初のじゃあ、はい、モーメントオブザイヤー。オブザイヤー、はい。はい、モーメント投稿数です。で、モーメント機能っていうのは、今年の8月に提供開始していて、まあ、山に行けない状況でも、ユーザーさんとコミュニケーションを取れたりとか、まあ、SNS のように気軽に使っていただけるというものになります。それでは、モーメント投稿数、第1位の方を、発表いたします。今年のモーメントオブザイヤー選ばれたのは、おジーニーさんでした。おめでとうございます。160件、これは多いのかな。多いですよね。そうですね、この方10月にエマップを使い始めたばかりということだったので、まあ1ヶ月あたり53件ぐらいですかね。でもかなり、まあ、ほぼ毎日というか、という感じで、はい、でコメントも実は本人からいただいておりまして、ジーニーさん、はい、おお、次に、はい、じゃあ行きましょう。はい、ワクワク感や心地よさがその後も残っていたりする、そんな趣味の一つが山歩きであり、自然の風景に浸ることです。そんな中で写真や一言を添えて皆さんと共有できれば、それが私のモーメント。気がつけばモーメントオブザイヤー、ヤマッパーのみんなのおかげ、楽しみ増えた、今ハマってますということでコメントいただきました。めっちゃ楽しんでもらってます、ね、楽しんでもらってますね。嬉しいな、これ。はい、それが私のモーメント。はい、あとヤマッパーっていうのもね、あ、自分たちの言葉で、うん、呼び名ですもんね。そうですね、ヤマッパーって僕らつけたわけじゃないですか。つけたわけじゃないです。いつの間にか勝手に出来上がってくるのね。それもそうやって、そういう言葉が新しくできたのがね、すごい感慨深いというか、いや、まあ昔からありましたけど、ヤマッパーってね。ということで、モメント投稿数1位のジンニーさんでした。おめでとうございます。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ続いて2つ目、フィールドメモオブザイヤー、フィールドメモの投稿数ですね。これもまあ、地図上に危険な箇所とか、まあ、ランドマークとか、撮影した写真と合わせて、まあ、投稿できてですね、かなり、他の登山者にとって参考になるような情報が、まあ、蓄積されていくというようなものになっています。はい、じゃあフィールドメモ投稿数受賞者は、ジャンボさん。ジャンボさんでした。130件。すごい、はい、130件すごいですね。すごいですね。フィールドメモってやっぱりその他の人の役に立つ情報をシェアしようっていうのをやっぱやるっていう方が、ね、はい、投稿してるって方が多いので、はい、たくさんやっぱ投稿されてる方、他にやっぱ他の人にちゃんとシェアしようと思ってくださってる方、そうですね、はい、すごくありがたいですね。はい、コメントです。はい、はい、表彰理由が輝かしい活動をされたユーザーの方らしいのですが、労力も使ってませんし、私が表彰されていいものかと思いました。私は単に皆さんが安全に登山が楽しめるように少しでもお力になれればと思ってフィードメモを投稿したところ、いつの間にかたくさん投稿していたようです。とっくにヤマップアワーズのことは忘れていて、ヤマップ様から受賞の連絡をいただき大変驚いています。ありがとうございました、ということです。はい、でもやっぱりそういう思いでやられて、はい、そうですね、趣旨をすごい理解いただいて、まあ、かなり内容も見てもそういう投稿とかがかなり趣旨に沿った投稿が多かったです。改めて自分も山行った時にちょっと起こしてみようかなって思います。そうですね、はい、かなりつぶさに見れるというか、細かいことまで投稿していただいているので、もう輝かしい活動に全くもう、はい、していただいている。はい、うん、はい、以上になります。続いて、はい、おめでとうございます。3
最後新しい部門の、新人賞ですね、ルーキーオブザイヤー、これ1年以内の活動日記数を、まあ、単純に、比較しているもので、まあ、公開しているものだけなんですけどね。だからこの2020年代に登録して一番活動日記を作って公開した人、山、一番山に行った人、そうですね、まあ、そんなイメージですか、ね、はい、そうです、なるほど、はい、おーすごい。じゃあ栄えあるルーキーオブザイヤー発表いたします。受賞者はハッケイさん214件、ハルウララさん133件という結果でした。おめでとうございます。ございます。男性女性で分けて、そうですね、はいはい、ここからは男女分けて、はい、で、まあ、コメントを、いただいてます、表彰ありがとうございます。登山を始めて17年ほどになりますが、今では仲間と休日のみ市街の山に登っていました。今年になってガラケーからスマホに変えてヤマップデビューしました。ヤマップを使うと他の人の活動データを参考にし、奇跡を見てから知らなかった山にも行けます。そういうことで今年から平日には一人で今まで行けなかった、行かなかった山、市内の山に、登り出しました。近くの低山でも、登って楽しい山があることを知りました。これからも怪我なく事故なく山を楽しみたいと思います。いただいております。そう、はい、今年そっかスマホデビューして、で山アップデビュー、うん、そうですね、はい、それからね、近くの低山、はい、山アップってそれが結構強みじゃないですか。そうですね、あのやっぱローカルの地元の山とかもすごい情報が、うん、あのルートもそうだし、いろんな人が登ってるんで、うん、だそういうところがすごく、ハッケイさんですね。ハッケイさんの登山ライフになんか、やっぱこう貢献できたのかなっていうのはすごく見て思いました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。続いて、ハルウララさん、3月から登山を始めたばかりで、山椒はインターネットを使って情報を集めていました。その中でヤマップを知り、使い始めたのがきっかけです。はじめは日記の書き方もよくわからず、皆さんの活動を参考にしながら手探りで使い方を覚えていきました。今はおかげさまで、ボリュームも増え、ソロで活動していた時よりさらに山を楽しめるようになりました。ありがとうございます。はい、登山始めたばっかりの人が使ってくださって、こうやってそうです ね, ねですよね。 はい、その中で山アップの使い方も覚えの、はい、でその交流も増えて、あの、うん、ソロで活動した時もっていうことは、やっぱ山アップの中でその山友達みたいなのができて、はいはい、っていうのもあるだろうし、山アップの、ね、使い方とか山のこととかもどんどん知って、はい、うん、登山がどんどん楽しくなっていったのかなっていうふうに僕は想像してるんですけど、そうですね、うん、そうですね、なんかちょろっとお話をこう伺った方なんですけど、はい、すごい夏ぐらいからかなり登り始められていて、で、まあ、グループ登山であるとかハロウィン登山とか、あとはなんか友達と行った時にこう頂上で闇鍋をするっていうこともやってたりとか、かなりこうバリエーションが増えて幅が広がったとおっしゃってました。そういうのに、うん、ね、山っぷり貢献できたっていうのも、まあ、うん、同じようにすごく嬉しいことですよね。うん、本当にありがたいですね。はい、ありがとうございます。はい、はい、おめでとうございます。おめでとうございます。はい、はい、じゃあ次行きますね。行きましょう。はい、はい、ここからは、まあ、去年と同じ部門ではあるんですけれども、まず走歩行距離ですね、ハイクオブザイヤーディスタンス、発表いたします。1年で一番長く歩いた人。そうですね、そうだから累積ですね。あ、そうです、累積ですね、1年間の合計の、歩行距離になります。あれですよね、ちゃんとその車乗っちゃったとか飛行機乗っちゃったとか、そういうの覗かれてる。覗かれてます、もちろん。では今年の、ハイカーオブザイヤーディスタンスはチロリンさん、3656キロ、トモコさん2430キロでした。おめでとうございます。はい、3600ってなって日本の端から端ぐらい、はい、あ、どうなんだろう、そうか、そうですね、3000キロ沖縄除けば、そうか、そうですね。はあ、すごい。で、ともシロリンさんがですね、結構面白くて、同じ山をこう1000回以上登られてる方、
見る見る、はい、モーニングルーティン的にすごいですね、はいはいはい、生活の日常だ、ね、日常ですね、はい、確かに次行ってもらって、はい、毎年素晴らしい方が表彰されていましたが累積距離でもらえるなんて思っていませんでした。今年有馬富士1000回を超えてやめようかと思いました。続けることになります。これで続けようっていうのが、それは良かった。はい、有馬富士あの兵庫県にある低山、そうですね、はい、関西で多分市街地からウォーキングしてそのまま登ってまた帰ってくるみたいなのを繰り返されて、いや、それでもだって3600キロ行くって相当でしょ。相当ですね。 うん、だったらあれでしょ、1日1回登って降りたとしても、でもそれが少なくとも10キロあるわけですよね、365日だから。そうです。じゃあ続いて、ともこさん、受賞のお知らせありがとうございます。私なんかかとびっくりしています。好きなことをしているだけなので本当に恐縮ですが、これからも楽しくいろんな山に登れたらいいなと思っています。山っぽを始めていろんな方のレポを参考にさせていただいて活動の幅も広がって、本当にありがたいです。ロバをお借りしていつも情報をくださる方々に感謝を伝えたいです。本当にありがとうございました、ということでございます。はい、楽しんでたら気づいたら気づいたらみたいな、ね、そうですね、まあ、先ほどの、ね、フィールドの方もそうでした。いつの間にか受賞してるという、いい、はい、しかもダブル受賞、はい、ダブル受賞ですね。じゃあ何が受賞されても楽しみでしょう。そうですね、はい、じゃあ次行きましょうか。はい、はい、じゃあ二方おめでとうございます。ありがとうございます。じゃあ続いて、ハイカーオブザイヤー、累積標高になります。これはまあ1年間合計で最も、累積標高を稼いだというか、一番登った上に重力に一番下がった人、はい、下がった人ですね。ということになります。はい、じゃあ見ていきましょう。累積標高、受賞者はこちらです。はい、トトさん、26万1692メートル。トモコさん、先ほど出てきた方ですね、147,247メートルと、なかなかこうイメージはつかないんですが、ものすごい距離であるということです。上に261キロですです。261キロなので、ですね、なんかエベレストなんかいる、はい、全然高いです、ね、エベレスト、エベレスト30回、あ、そうですね、エベレスト30回ぐらいかな、ですです。って言ってもよくわからない、よくわかんない。エベレストゼロからだから、あ、そっかそっか、ベースキャンプじゃなくてよくわからんですね。はい、でトトさんなんですけど、まあ、次の部門でもあのダブル受賞ということなので、なのでそこで、コメントもご紹介できればと思います。はい、はい、でトモコさん、先ほどいただいている方と、コメントいただいている方と同一なので、はい、じゃあここではコメントの割愛、はい、はい、そうですね、はい、わかりました。お二人、はい、おめでとうございます。おめでとうございます。次最後ですね。次最後ですね、はい、はい、はい、コレクターオブザイヤーバッジの取得数になります。まあ、ヤマップでは、まあ、常々ご提供しているバッジなんですけれども、まあ、今年も登り納め登り始めあるんですけど、1年間を通じてどれぐらいこう集められたかというところを見ています。実はホニャララハイカーとか、どこどこのご当地アルプスとか、はいはいはい、あれ選んだの僕なんですよ。あ、そうなんですか。そうなんです。カットしますね。かわいそう。カットしますね。いいじゃん。え、いいじゃん。あ、いやいや、オブランス頑張って考えて、ね、頑張って、はい、はい、はい、ありがとうございます。というわけで、はい、というわけで、じゃあ発表いたします。バッジ取得数を最も、多かったコレクターオブザイヤーは、はい、トトさんで63個、ハイジ三国さんで、48個でした。ありがとうございます。今年で63個と48個、ね、そうですね、はい、累積ではないので、はい、なんだ、トトさんであれだけ登ってるからやっぱそうなっちゃう。でもハイジさんはで、ね、今まで出てこなかった、うん、そうですね、ここでは、はい、やっぱ
狙っていってるじゃないですか。あ、そうかもしれないですね、バッジを。うん、ほほほ。じゃあちょっとコメントをいただいてます、はい、ちょっとトドさんより先にハイジ山賊さんのコメントになります。はい、はい、今年はコロナという誰もが想像もしていなかった事態に陥り、登山どころではなかった方たちも多数いらっしゃる中で、この賞をいただくことは嬉しくもありますが恥ずかしくもあり、申し訳ない気持ちにもなります。今後もコロナとの戦いは続くかと思いますが、感染防止に気をつけて安全登山を心がけたいと思いますといただいております。はい、今年まあバッジのキャンペーンとかもいくつかありましたよね、うん、群馬とか、ね、そういうのとかでいろいろ獲得されたってことですよね、うん、そうですね、うん、はい、おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。じゃあ最後にトトさんになります。はい、はい、トトさんはですね、そう、個別にズームなんですけれどもインタビューにお答えいただいたので、はい、動画が、そうですね、まあ音声だけなんですけどね、はい、いや、そうさ、このあの人が出てくるのかなと思って、この動画思ってたんですけど、はい、ちょっとあれには触れられなかったですちょっといじり入って、今のはまあまあ、いやいや、あ、じゃあちょっと、はい、じゃあトトさんの、インタビュー映像になります。それではご覧ください、どうぞ。はい、ということで受賞となりました。普段こうヤマップをどのように使われているかですとか、累積標高と、バッジを一番集めたというところでコメントをいただきたく思っておりますが、いかがでしょうか。はい、はい、まあ、普段はまあ登山地図として山登り始めた2回目から使わせてもらってるんですけど、いつぐらいからなんですかね。それは5年前ぐらいですよね。まあ自分はもう携帯でマップが見れたらいいなってはい、ずっとその最初は思ってたんですけど、はい、それでちょっと入れてみたらなんだこれすごい便利だって、やっぱり GPS でその現在地が確認できるっていうのは助かりますよね。そんな中、ペイカーオブザイヤー累積標高、これも2年連続ということで、去年も実はトトさんということになるんですが、この結果についてはいかがでしょうか。素直に嬉しいんで、ありがとうございます。結構なんかいけるなとかいう感じあったんですか、ね、そうですね、わかんないですけど、まあ、うん、標高に関してはまあ、うん、自分より登ってる人はいないかな、自分より登ってる人はいないかな。お仕事されてる時に山に登ってる時が多いんで、ただそれだけですよね。ちなみに静岡とか長野とか、その辺りが、そうですね、地元なんで、はい、まあ、静岡からちょっと、まあ、ちょっと出ようかなと思うと、やっぱり山梨、まあ、今年はまあコロナの関係で日帰りばっかになっちゃった。長野は今年はあまり行かなかったんですけど、やっぱり夏になるとやっぱりどうしても北アルプスか、うん、はい、とか八ヶ岳やったり、あとはもう遠征になるともう九州とか四国1ヶ月とか、はい、今年は北海道2ヶ月行ったのかな、うん、それプラス他に登りたかった山、まあ、200と300名山が今年はメインだったんですかね。滞在されて地方に行かれた時ががっつり登られるっていうのはすごいなと思いました。バッジがあることによって登ったっていう考え方もできちゃうんでね、まあ、ちょっと地方行ったついでにこんなバッジがあるんだよっていうのを見て新たな山をこう知るというか、はい、あ、こんな山あるんだとか、特にご当地アルプスなんかね、まあ、個人的に好きなんで、なんかやっぱ増えてくるとやっぱね、うん、なんか集めたくなるのがこう佐賀じゃないですか。基本的にでも低山の重曹好きなんで、はい、その辺のバッジが結構あって、うんうん、最後に山アップユーザーの皆さんにメッセージをお願いいたします。何でしょう、まあ、山の楽しみ方ってみんなそれぞれなんで、活動日記はまあやっぱり結構ね参考にしてるんでね、特にルート選定か、はいはい、ルート選定に関してはやっぱり、うん、結構ね、こう写真アップされてる方も、特に紅葉だったり、これからの時期だと積雪、うんうん、積雪の情報、有無とか、この辺の情報は結構ね装備的にも重要になるんで、こういった情報はやっぱりこれからも活用して、多分皆さんも活用されてると思うんで、まあこう相互の助け合いみたいな感じですよね。まあアップしてる、ね、はい、SNS のこのアップしてるだけでまあ自動的にそんな感じになってると思うんで、うんうんうん、まあこれからも活用させていただきます。はい、はいはい、
ありがとうございます。改めましてですが、おめでとうございます。あ、どうもありがとうございます。ありがとうございました。はい、いやー、トトさんが全て言ってくれてますね。そうですね、うん、なんかヤマップの、ね、いいところというか本質みたいなところ、うん、本来僕たちが伝えるべきことを、うん、そう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 、うん、いや、ありがとうございます。ありがとうございます。1ヶ月1ヶ月今年は2ヶ月北海道に行っててってさらっと言ってました。さらっと言ってましたけど、皆さんがこう働かれてる時に自分は登ってるって、めっちゃいいですね。人も少ない時とかに、うわ、いやすごい、なかなかトトさんを超える人が今後現れるのかって逆にちょっと心配になってきましたけど、ちょっとぜひ、ね、これ見てる、そうですね、皆さん、はい、平井連は別に目指してくださいというか、トトさんを超えるために やるわけじゃないですけど、はい、そうですね、はい、うん、ぜひ皆さんも登ってください、はい、無理をしない程度に、無理をしない程度、はい、ほい、じゃあこれで全ての賞の発表が終わりましたね。はい、まあ、このアワード自体はもう来年も多分やると思うので、ぜひ皆さんも街の取得数であるとか、ご自身の負担のない範囲でですね、登っていただければと思います。はい、それではヤマップアワード2020発表、はい、ここにて終わります。皆さん本当におめでとうございました。ありがとうございます。はい、というわけでね、お疲れさん、ヤマップ2020、今年は振り返りの企画、ね、初めて動画でやってみましたけど、はい、どうでした、どうでした、やってみて。なかなかね、収録するのに結構時間かかりましたよね、これ。大変さはあるけど、うん、やってみてやっぱね、文字じゃ伝わらないこととかやっぱあるなってちょっと思いましたよ。なんかそれぞれが多分なんか、ね、伝えたいこととか、うん、自分の言葉で伝えるっていうのがすごく大事だと思うし、僕たちも伝えたいこととかもまああったし、ゆうやさんの気持ちとかね、ご紹介できたのがすごく良かったなって思うし、そうですね、まあ、あと多分文字にしちゃうと割と全部こうみんなかっこいい、かっこよくなっちゃうんですよね、うん、シュッとしちゃうんですよ、ね、はいはいはい、ね、だけど、まあ、映像になるとやっぱね、大津さんみたいな、なんかキャラもいれば清水さんみたいな、はいはい、みたいなもいればで中条さんみたいな人もいて、ノリさんみたいなんで、山本陽子みたいなで、なんかこう淡々とね、こうしかも、ね、準備めっちゃしてね、え、いろんなその人らしさが出て、すごい良かったなって。まあ、僕たちしかり、まあ、春山さんしかり、そう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 、ヤマップのなんか中の人たちのこともちょっと知ってもらえたんじゃないかな。はい、良かったと思います。はい、はい、ですね。まあ、じゃあ2020年、まあ、本当にまあ今年ね、いろいろあった年でしたけれども、皆さん本当に今年も大変お世話になりまして、どうもありがとうございました。ありがとうございました。2021年も、ヤマップはどん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 進化し続けてもいっぷい。マジかよ。ここで2021年もヤマップはどんどん進化し続けていきますので、これからも来年もどうぞよろしくお願いいたします。さあ、それでは皆さん、今年も1年お疲れさんでした。はい、お疲れさん、お疲れさんです。はい。